ビジネスに変化が訪れている。 AI、IoT などが導入され、業務が効率化する一方、サイバーテロも多様化。そうした時代背景の中、各企業の情報システム部門に課せられた責任と負担は日に日に増大している。今週の依頼者は、データを人質に取る。うわー、データを人質に取る時代。企業の業務効率化とセキュリティ強化を行う社長と、 IT 業界って、ね、結構上から目線なんですよね。落としたりすかしてね。これもここでIT の導入を支援するソフトウェアを作る会社の社長が登場。2人が考える未来の IT とは。まずはじめに関が向かったのは、宮野と申します。宮野さん、デジタルスフィア代表取締役社長、宮野浩一さん。デジタルスフィアさんは、一体どのような会社なんでしょうか。当社は24時間365日、はい、どこでも使える、はい、IT ツールを専門に、展開している商社になります。デジタルスフィアは主に4種類のサービスを提供している。これら4つに分類されるさまざまなクラウドサービスを組み合わせ、各企業の抱える課題を解決しているのだ。例えば Salesforce と Box を組み合わせることで、顧客情報に写真を紐付けたり、おもてなし電話を組み合わせることで電話応対の際に顧客情報を瞬時に引き出したりが可能になる。そして中でも今重要視されている分野があるということで、詳しくお話を聞くことに。この番組は愛のエネルギーで世界を守るイライザが配信します。サイバー犯罪、はいはい、今流行ってるのはランサムウェアというものが流行ってるんですけれども、はい、それがこう会社のパソコンの中に入ってくると、はい、それは勝手に暗号化して、はい、開けないようにする、はい、開こうとすると、パスワードが必要。はい、このパスワードが欲しかったら、はい、お金を払えと。あ、そういう、もうテロみたいなもんですけども。そうですね、もうサイバーテロに泥棒近い、はい、昔は本当に誘拐したりとか、はい、そういうのがもうデータを人質に取る。うわー、データを人質に取る時代、すげえなあんま言えないですけど、国会のそのなんかもう普通に、はい、取られていて、国も何とかしなきゃいけないってやってるんですけど、はい、やっぱりいろいろまだ遅くてってことですよね、はい、対応できてないですよね。デジタルスフィアでは複数のセキュリティサービスを組み合わせることで、そうした最新のウイルスにも対処可能な安全なネット環境を提供しているのだ。今までは、はい、こう更地から家を作る、更地から家を作る、これが今までの IT、はい、なので、出来上がったらあとはもう老朽化をしていくだけ、うんうんうん、で今の IT っていうのは最初に大きなビルがあって、はい、でじゃあこの部分を、はい、企業さん使ってください、はいはい、クラウドとは例えるなら大きなビルをみんなで共有で使用している状態。これによって導入の初期費用をコストダウンし、使いたい時にすぐに導入することが可能になるのだ。また新しい機能が導入されれば、その場所を使用する人々全員がその恩恵を受けることができるのだ。一つのね、こういうソフトとされるものがね、ただでさえトップクラスあるのが向上していくっていう状態において、それとそれを組み合わせることによってね、なお行きますっていうね、いや素晴らしいですね。今ってこれを使う、これを使うっていうのは、我々からご提案を差し上げたり、お客様の方で選んでいただく時代なんですけれども、こういう業務の時にはこういうものが使えるはずだって自動選定されるような未来っていうのは遠からず来るんじゃないかなと思って。自動選定、このお客様はこういう業務をしてますよね、っていうのを自動的に検知して、じゃあその時には、これとこれとこれを組み合わせましょうって、で人工知能の判断で行われていくってことですね。そうですね、そうですね、はい、
サイズじゃないね。でいよいよもうそれが導入されていく時代がもう来てる、その中の過程の中ですもんね。はい、どんどんやっぱり人口が減ってっていう中で、はい、あの今と同じ人数でもやっぱり会社は伸びていかなきゃいけない、はいはい、でそうした時にじゃあ効率化だったり、まあ、移動時間短縮だったり、うん、人がやんなくてもいいものはこういう IT を使って処理をしていく、うん、そうすることによって、少ない人数も成長していける。あとはその今まで働きたくても働けなかったりとか、はい、例えば女性がお子さんを産んで預けるところがない、はいはい、そうした時にでも IT を使えば家に仕事ができる、はいはい、本当にこれからどん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 人工知能っていうのがいろんな会社組織に入ってきますよね。でそのことによってどん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 会社組織自体働く人間っていうのは本当に実際少なくなりますから、少子高齢化とされるこの問題に対して本当に両双方解決させてることになりますよね。より一層使いやすくコンパクトになっていく、素晴らしいです。次に関は IT の導入で残業を大幅に削減した企業があると聞き、株式会社武蔵野へ。関と申します。お願いします。お願いします。株式会社武蔵野、高橋祐樹さん。株式会社武蔵野はダスキン事業を大規模展開する会社。高橋さんは IT で残業の大幅な削減を成功させた立役者だ。当時私課長職でその iPad の仕組みを導入をしたら部長、できなければ平社員ということで、まあ、会社なんですね、はい、社長自らが、はい、で気になるその実際にそのシステムとされたものを見せてもらってますか。分かりました。じゃあこちらになります、はい、もともとこういった形で伝票があるんですね、はあはあ、で現場に行ってこう記入したものをまた変えてパソコンに打ち込むから、しかもこれがまあ1枚じゃないですもんね。そうです、50枚ぐらい、まあ、ある人もいれば10件、10件ぐらいある人もいますので。現場のスタッフの方に感想を聞いてみると、何時間ぐらいの残業してたんですか。日を11時12時ぐらいまで残る時とかも。それが今7時7時半ぐらいには。今までは手書きで書いてたんですね。今それが iPad で打つだけで全部データが入ってるのでやらなくて済むから、1時間以上が大幅に減りました。このシステム作りっていうのは、はい、どうだったんですか。そうですね、大変だったんですか。まあ、ランサというメーカーさんの商品を使いまして、結構大掛かりな案件でしたけれども、簡単にまあうまく、はい、ね、でもそのランサさんっていう会社っていうのもちょっとね覗いてみたいなと思うんですけど。そうですね、ちょうど今日まあ打ち合わせで社長が来ておりますので。ランサの社長が、はい、ランサさんの社長、そちらにおります。ああ、株式会社ランサジャパン代表取締役社長中村哲さん。ランサジャパンはシステムの開発に使用するソフトウェアランサを開発販売しているメーカー。ランサでは Android や iOS など言語が違う複数のプログラミングをスピーディーに構築可能なのだ。詳しくはね、聞けないところをランサさんの会社に行ってもいいですか。はい、ぜひお越しください。あ、本当ですか。はい、早速ランサジャパンに伺い、中村社長からお話を聞くことに。確かに AI とかですね、うん、IoT 自動的に何かをする、自動的にデータを収集して、うん、とかね、いう世界はあると思うんですけども、中堅中小の会社さんってもっと日常に困ってるんですよね。最新の技術っていうのは結構難しい、勉強するのに時間がかかったり、うん、お金がかかったりするんですけども、それを中堅中小の小ぶりな IT 部門でも扱えるようにして最新技術お届けするっていうのが我々の道。で実際に中村さんは最初からこの会社なんですか。大学出てですね、はい、私商社の子会社に入りまして、飛行機の部品を売ってました。三菱重工とか川崎重工とかあるじゃないですか、はい、であそこで F4 戦闘機、はい、自衛隊の、はい、から F15 戦闘機作ってますけど、はい、その部品の輸入をやってたんですよ、その会社で。で、はい、ものすごい部品の点数あるわけですよ。で、納品書を作んなきゃいけない、はい、でこれで女の子が当時タイプライターで売ってたんですよ、納品書の。
でそれが大変な仕事で、これ今時コンピューター使えるんじゃないのって調べて、はい、IBM のコンピューター僕の仕事で入ったんですよ会社に。でいろんなことをやってるうちに、はい、コンピューター業界も面白いなと思って ある人に言ったらうち来いよって話になって、はい、それがここの会社の前の会社なんですけども、はいはい、だからやっぱりエンドユーザーが喜ばないと嬉しくないですよね。そうですね。当時僕は商社でコンピューターを入れて喜んだのは僕のアシスタントの女の子ですけどね、はい、でもその人は奥さんではないんで、あ、はい、なるほど、余計なこと言ってますけど、でも その女の子がいたから何かこう、そうです ね、まあ、今があるって言ったら間違いじゃないかもしれないですね。もう回ってるんですね。なんかそういう感じはしてたんですけど、気づきました。実は僕らこういう取り方しか知らないんですよ。いいと思います。決定的にですよ。その横でついてるタイプライターのアシスタントと奥さんって、まあ、言いますけども、なぜ奥さんに聞かれたんですか。なんていうのかな。年上のが楽ですよね。それから、はい、あのまあその三菱重工さんに神さんがいて電話してちょっとこれ調べてくんないっていうこともあるわけですよ、はいはい、だけど忙しいと今忙しいからダメって言った瞬間間を置かずに切られるとかね、はいはい、漫画みたいな話ガーンと起きますからね、はあ、キーンってしてる冷たい時はこうなんだっていうのを散々見たわけですよ。まあこの人がこうなっても俺は許せるな、はいはい、その安心感ですね。でもそれでもなんか許せたってことはその奥にやっぱもう愛情愛があった、まあ、あったんでしょうね。あ、はい、IT っていうのはやっぱり社会を変えていく道具、目的じゃなくて手段、基本的にはでもどうしたいのっていうことがないと、うん、あのどういう技術を使うのか、どういう技術が足りないのか分かんないじゃないですか、うん、お客様の悩みを知って現場を見て、うん、同じ視線で目の高さで次をどうしよう、うん、いやうちの製品だったら何ができるって、うん、いうことを一緒にやっていく時代なんだろうなというふうに僕は思います。そうですね、素晴らしい方ですね。なんていい方なんだ。この番組は熱き心をテクノロジーと呼ぶ、そんな熱いテクノロジーを持った社長よ、集まれ。今週のイライザはライトセーバーがバーンってありますけど、日本を代表するアニメ制作会社へ突撃。すごい。アニメーション技術を駆使した VR を関が体験。世界最高峰のクリエイター集団が考える未来ビジョンとは。物自体に絶対感情が備わる必要が出てくる。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそポリゴンへ。塩田と申します。関と申します。よろしくお願いします。ポリゴンピクチャーズ代表取締役塩田修造さん、まあ、一体何をしている会社なんですか。はい、はい、コンピュータグラフィックスで、はい、アニメーションを制作している会社ですね。ポリゴンピクチャーズは 3D アニメーションの技術を駆使しながら、それでいてセル画のような質感を生かした独創的なアニメーションを制作しているのだ。で、まあ、今度一番最新作は今度5月20日にですね、はい、劇場公開と、まあ、その同日にあのネットフリックスとかで世界公開するブラムっていう、はい、ね、漫画、二瓶勤先生の漫画原作の映画とかですね、はい、実際、まあ、この、まあ、ブラムとされるこの作品ですけども、はい、まあ、映像化不可能と言われたものを、うん、いよいよ可能にさせてしまったわけですよね。そうです。これ僕ね、触りだけはちょっとだけ、はい、あの試写のやつで見せてもらったんですけども、はいはい、もう始まりから、はい、なんすかね、あの体感する感覚っていうんですかね、これはテンション上がりますよ。とここで関があるものを発見。まあ、こっちゴジラですよね。そうですね、まあ、日本が誇る最大のキャラクター、初めて、まあ、ゴジラが、まあ、長編アニメ化になるっていうところですね。結構節操ないでしょ、はい、大人向けアニメゴジラやったと思ったらノンタンやってますから。ノンタンやってますからね。ゲームソフトも全部。そうですね、ストリートファイターも。この他にも今話題のアジン、そして
シドニアの騎士など様々なアニメーションを制作しているんです。さらにこんなものも。ここにねライトセーバーがバーンってありますけど、そうなんです。実はポリゴンピクチャーズではスターウォーズを元に制作されたクローンウォーズというアニメーションも制作しているのだ。本当に塩田さん、めちゃくちゃすごくないですか。このエミー賞のトロフィーがあるスタジオなんて、まあないですよね基本。そうですね。なんとトランスフォーマープライムという作品でテレビ番組のアカデミー賞とも称されるエミー賞も受賞しているのだ。でうちこれ3つもらったんですけどね、あのアニメーターが2人もらって、日本のスタジオでおそらく初めてだと思うんですよね。唯一だと思うんですよね。今その塩田さんが、はいはい、その VR のアイドルを作ってるっていう話を聞いたんですけど、はいはいはい、でも実際にその VR の、はい、その体感っていうのはさせてもらうことが。ああぜひぜひ。この VR のアイドルの企画をやってます、はいはい、石丸。ポリゴンピクチャーズプロデューサー石丸健二さん。石丸さんは講談社が企画するホップステップシングという VR アイドルユニットのミュージックビデオの制作を担当している方なのだ。早速関が VR を体験。やっぱりな、これ普通にもう家から出なくなっちゃいますよね。そうですよね。ね、参ったな、恐ろしいな VR の世界。これまあ実際に目が合うとすごくこうドキッとするじゃないですか。ドキッとしますね。でこの真ん中の彼女だけは常にユーザーの方を見るようにプログラミングされてるんですよ、うん、なんでこの四角関係でこう彼女がこっちをアピールするようにプログラムで一応制御はされてるので。そっか、視線を常に俺は感じてたわけですね。そうですね。だから最終的に記憶残っちゃうのはこの真ん中の子ですもんね。だからまあ僕とか無意識にそれを感じながら映像を楽しんでるわけですもん ね。なるほどな。でまたこのね、このキャラクターの動き一つ一つがちょっとリアルなんですよ、はい、ポリゴンピクチャーズではこのリアルな動きを再現するために社内にモーションキャプチャーの設備を作りアニメーションに落とし込んでいるのだ。生々しさがデバイス通すとすごい出るんですよね。そうですね、人ですもんね、動きがね、うん。今まで映像で物語をこう追体験するっていうのとはちょっと違う、うん、もう本当に自分がその中に入るっていうことによって、はい、全く違うエンターテインメントができてくる、ね、と思うんですけど。だから人間が新たな次元にいよいよ入る時代じゃないですか。そうですね、はい、でこの新たな次元に入ったところで新たな価値観が生まれるわけじゃないですか。 それがもう次世代の本当に始まりじゃないですか、はい。もう人間のね考えっていうか、まあ意識とされるねものがもうデータとしてこの中に入っていくのが当たり前になる時代、そしてここの多次元化されていくね今後の人類っていうものがねありますもんね。でここで生まれてくる新たな価値観っていうのにね対応しなきゃダメですからね。今までこう SF の世界でこう表現されてきたんですけど、それが本当に実際にこう現れてきた感じが、これを初めてしつけた時にすごい感じたことだったね。だから今までバーチャルだと思ってたことが現実に切り替わってきてるっていうところが、そうなんですね。関は再び社長のもとへ。はい、社長の部屋、はい、いいなぁ。ここで関があるものを発見。イノセンスも絡んでやってた。イノセンスのオープニングタイトルシークエンスを僕らがやらせていただいて、はい、でスタートに至っては空撮のシーンは全部 CG だったんでそれやらせていただいたんですけどね、はい。よくねみんなマトリックスだマトリックスだって言うけどね、逆輸入なだけだからね。そうですね、こういうものの影響を受けてね皆さん作られてますからね。そうですね、世界を動かしてる人だからね、本当に。ポリゴンピクチャーズっていうこの会社の、はい、まあ、理念とされるものっていうのは何なんですか。はい、誰もやっていないことを圧倒的なクオリティで世界に向けて発信をしていくと。誰もやっていないことを圧倒的なクオリティで世界に向けて発信をしていくと。
だからその時代における圧倒的なクオリティは何なんだっていうことも、まあ、常にそれ問い続けようと、ね、それを、まあ、出すべく、まあ、とにかく僕らは不信しようというのと、はい、僕らは結局何をしているかというと感情を操作してるんだと、視聴者のね、はい、感情を操作する、まあ、プロだというのが僕らが最終的に僕らは何かって言ったら多分それだと思うんですよ。アニメーションという媒体を使いながらビジュアルで感情を操作するというところを、まあ、にフォーカスをすればね、はい、実はいろんな、なんていうか活躍の仕方がもっとあるんじゃないかってすごく思っていて、でまあ、今例えばそのものにねインテリジェンスが加わってると、まあ、車にしても、ね、オートドライブをしたりとか、はい、洗濯機にしてもトースターにしてもね、もの自体がねそのインテリジェンスが備わってくるという時に、もの自体に絶対感情が備わる必要が出てくる。そうですね。僕らはないものに感情を備えさせることに実はすごくうまいはずだと、ビジュアルでと。だからそういうところで言うと、まあ、これからは東芝さんとかソニーさんとかね、今トヨタさんとかね、今まで協業するとは考えなかった人たちと、まあ、協業しながら我々はビジュアルでイモーションをその付与してさせて、彼らは機能を強化してみたいな、これだけ強くハードウェアの世界とソフトウェアの世界がある、コンテンツの世界がある国です。実はそうそうないので、まあ、その協業することによって、まあ、日本の商品がより強くなる可能性も、強くしたいなとか、そういう強くなる可能性があるといいなという野望はすごくあるんですけどね。紹介します。あ、はい、それ要は IoT じゃないですか。 IoT とは家電に人工知能が備え付けられることで家電同士がインターネットでつながっていく生活環境のことなのだ。 IoT システムの中で、うんうん、でこの番組にも出てもらおうと思ってる人が実はいて、絶対に塩田さんそこ企画入ったら、うん、とんでもない現象起きますよ。あですね、でぜひちょっと紹介しますんで。ありがとうございます。いやこれ面白いことになってきた、うんうん、社内で言ってもみんなポカンとしてるんです今のところね。はあ、でもまだ現実社会とのリンクっていうのに対して気づいてない人たち多いんですよ。そうですね。どっかまだアニメだと思ってたりするんですよ。 そうだね、うん、だけどもうそれは本当に違くて、もうその、まあ、バーチャルの世界っていうのはもちろんありますけど、仮想現実の世界がいよいよこの現実社会になってくるわけで、うん、今までのオーバーグラウンドとされたのが全部ひっくり返っていきますから。そうですね。今日本当にもう貴重な意見でもうずうずしくいろいろ喋らせてもらいます。怖いこいつ、いや怖い、殺せと、はい、もうこれは皆さんご存知だと思いますけれども、米軍が救援活動してくださいました、はい、その作戦名がオペレーション友達でございました、はい、でこれ話はですね、去年の年末に遡るんですけれども、うん、ちょっと変わった営業行ったんですよ、はい、でそれがですね、北海道に美唄駐屯地という自衛隊なんです、はい、でたまたま忘年会に呼んでもらった、はい、で前日乗り込みで前日に行って向こう の, まあその忘年会の担当の自衛官の方ですね、これ加盟ですけども石川さんとしておきます、はい、で石川さんとお話をこうさせていただくと、ちょっと、まあ、イメージしていた内容とは違ったんですよ。営業が美唄駐屯地がお世話になっている地元の方々を招く会だった、はいはい、接待なんです、うん、はい、やからもうその石川さんが僕に言うんですよ、絶対滑らないでところが矛盾してるのは、絶対に笑わせてもらいたいんですけど一つ問題がありますと、うん、絶対に笑わないんですと、うん、とにかくもう笑うってそんなところを見たことのない方々らしいんですよ、はいはいはい、だからまあその軽そうな方々をやっぱ当然知りたいと思うじゃないですか、うんうん、じゃあ笑ってくれそうな人をちょっと教えてくださいよと、分かりました、そしたらお教えしますって言って、うん、で当日誰がどこに座るかっていう席次表あるんですけど、うんうん、あれを戦略マップのようにバーン出して、うん、今から見ていきますって敵これは味方やけど周りを意識するから結局敵ありますやん、あーって笑うけどみんな笑ってるので、ああそういうタイプ、ずーっとやっていくと一番すごいの一人鬼って呼ばれる鬼、え鬼っていうのはもう死ぬほど笑わへんのですかって違うんですよ、もうそれ以前に芸人が大嫌いですよ、ほんまに僕ブルーなってたんですよ、うん、
で、その石川さんも一緒に考えて溶かしようと、ちょっとね、切り札を投入しよう、うん、聞くとですね、我がこの美媒駐屯地に一番この美媒駐屯地の中で最もノリのいい第三中隊を最前線に配備すると。これはほんま名言なんですけど、その石川さんが来てたんですけども、第三中隊は美媒駐屯地が世界に誇る盛り上げの特殊部隊ですと。いると安心や。すごい。でいよいよ当日ですよ、次の日で、まあ体育館みたいなでっかいとこですわ。ほったら72人その来賓の方がいるわけですよ、うん、もう聞いてた通りのですね、気難しそうにこう座ってるわけですよ、うん、まあ、まあ当日の第三中隊も自衛官の人らというのは、それこそビールを出したりですね、食事を出したり、まあホットですね、うん、でいよいよ出番が来るわけですよ、はい、でこの空気のままでは、でまあその石川さんがやっぱりね、すごいスペシャリストですよ、あのマイクを持って第三中隊この一列目に来なさいと言うてしまうと、その地元の方々に桜屋ってバレますやん。これホットすごいですよ。その石川さんがマイクを取って第三中隊彼ただ一に水をかけようって暗号で言うて、暗号で言うて、彼ただ一に水をかけようって言うた瞬間、屈強な男たちがそんなバカだ、それこそ命令やないか。結局バレるやんって話だけど、ホットのですね、もういよいよですよ。でもう今からその石川さんが紹介してくれて、そう、それではゲストをコラーゲン配合マンのライブに行きたいと思います。コラーゲン配合マンです、どうぞ。言うた瞬間、第三中隊がハイゴーマン、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 絶妙のタイミングで笑ってくれるんですよ。聞くとこ聞くし、寝たふりをしてるときは聞くね、聞く、いたずらに笑ってんの、むしろ恨めてますよ。出ないもんで、本当にあの箇所箇所滑るんです、ちゃんと。ちゃんと滑ないとこがあるんだ。いいね。で、そうやって巻き込んでいくと、その絶対笑わんであろうと言われていた、ね、敵、敵、うん、鬼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 はですよ、15分を経過したわけですよ。うん、ってなったんですよ。鬼が動いた。かっこいいこと言うな。最終的には400人全会一致、よかったで、あのこれ最後になりますけども、年明けまして、はい、であの震災がありました、はい、であの僕もあの東北に世話になってる人がいるので、はい、1ヶ月前にですね、石巻に行って普通にあのボランティアをしに行ってやってると、これもまた縁ですよ、はいはい、同じ地区で作業をやってんのが美媒駐屯地なんです。これはいかんと言うて、うん、挨拶しに行ってですね、はい、でちょっとね、夜ね、リボンライブをやらせてもらいますわ、でちょっと話を聞かせてもうたりですね、はい、第三中隊の人もですね、本当にまたこの盛り上げの特殊部隊ですけれども、被災地をなんとか盛り上げようと、はい、笑顔に変えようとして、はい、今日も懸命に頑張ってらっしゃいます。信じるか信じないかはあなた次第です。信じる信じる。いやー、胸を打たれましたね。まさかこんなやらしい放送に出てくるとはね。どうだったらいかがでしたか。すごいいい感じだった。でもね、ちょっと早口すぎてね、あんまり理解できなかった今ローリーさんにそろそろ聞きたいんですけど、聞いた方がいいですか。いやもうそろそろでかい仕事してくれるはずやから。聞いてみろローリー。あのね、これと言ってないです。映画の番宣やから。そんな遥かが語る都市伝説、スイスは世界一ペットが飼いにくい。私の生まれた国スイスでは動物愛護法がたくさんある国なんです。例えば日本のペットショップに行くと、あ、このワンちゃんかわいいって言って駆け寄ったらすぐにいつでも飼えるじゃないですか。スイスでは政府が定めたテストに合格しないと犬は飼えないんです。へー。
関しても法律がありまして、はい、魚を取るじゃないですか、はい、それを逃がす、はい、日本にはねキャッチアンドリリース、はいはいはい、これはアウト。え？あれなんです。魚への虐待になります。キャッチアンドリリースは、キャッチアンドリリースの虐待。え？どうしたらいいの釣ったら。ジュニアさんは宮古島で釣って、はい、でお店に持ってて唐揚げにして食べる、はい、これは OK。 あ、なるほど、食べるのがええんや。 OK。 あ、なるほど。しかし、うん、釣り番組をやってる木本さん、スイスに行く時キャッチアンドリリースなどやってはアウトですから、ね、へえ、すごいしますよ、ね、そっちの方がなんかねええようなイメージがあるんですけどね。はい、リリースするくらいだったら釣るなっちゅうの。なるほど、ね、だってこんな痛くて痛くて血がだらだらね、うん、そしてよく釣ったなっちゅう、これで釣りました、うん、悲しいこいつ、ね、悲しいですね。このね、こう話すときだけね、はい、なんかえらい優しそうな手つきしてるね、うまいね。その前は、その前はでもね、この男優しそうね。はるかちゃん、そういうことで他にも、はい、他にも、あの世界三大珍味と言われているフォアグラあるじゃないですか、うん、日本人も大好きな方が多いと思うんですけど、はい、これスイスで食べたら、はい、アウチ、カモとかあとガチョウとかの肝臓じゃないですか、うん、強制的に必要以上の餌を与えられた脂肪肝なんです。大きく大きくすると。そうです、大きく無理やり、うん、無理やり肝硬変の状態にすると。スイスではでもあのフォアグラっていうものはもう手に入れへんねやで。ダメです、あの生産もダメですし販売もダメ、輸入とかあるのも、食べるのもダメ、全部ダメ、フォアグラの。なるほどね、違いますよね、徹底してますね、ルールがね。なんか、まあ、法律違反すると実はこの2万、スイスフランの罰金がかかるんですよ。2万スイスフラン、例えばキャッチアンドリリースとか。いくら？日本で、日本円で言うと170万円。キャッチアンドリリースで？重い場合は。ああ、もうキャッチアンドリリースしまくったら170万円。金庫刑も可能性あります。キャッチアンドリリース。じゃあほらほら、今日でかいのかかったなーってフォアグラック言いながら言ってたら最悪やん。ラブルで、ラブルじゃん。昨年からの吉本が100周年という記念すべきイヤーに突入いたしまして、はい、数々のスペシャルな、まあ、ライブというかイベントが計画されてたんですけど、はい、その中でも一番の目玉と言われてた、あるイベントがあったんです、うん、でそのイベントをやろうとしてた劇場っていうのが京都の祇園にあります、うん、祇園花月、はい、吉本の劇場があるんですね。その祇園花月に、まあ、考えられへんぐらいの超大物のビッグゲストを招致しようとしていたんです。いや、その呼ぼうとしていた人物っていうのがあの世界の歌姫、うん、セリーヌ・ディオン。いやいや、京都花月言ったらつい最近まで、うん、はい、男女の芸人さんが同じトイレ使ってた劇場。はい、若手がトイレしてたら個室から行くよくるよくるよ。そう、あそこにセリーヌ・ディオンを招致しようとしてたんですね。セリーヌ・ディオンって言ったら、まあ、世界でも2億枚の売り上げを誇る、はい、タイタニックなんかでおなじみの、うん、もう超有名な、はい、歌手なんですけど、その人がまあ大体祇園花月に読んで来てくれるわけがないんじゃないかと、よく考えてほしいんですけど、セリーヌ・ディオンが日本でやった仕事、家電量販店のエディオンの、うん、やってた、やってましたよね、不思議やって、そしてセリーヌでいいよんっていうキャッチフレーズで英会話の、うん、あ、やってた、イオン、うん、やってました。この2つに共通することは、うん、オンなんですね。エディオン、イオン、イオン、イオンで、吉本の関係者がこれオンついたらいけんちゃう。優秀な社員導き出したが計算で弾き出しまして交渉に行ったんです、うん、ベガスの方に。なら吉本の劇場出てほしいんですって言って、出るかいなってなったんですけど、祇園花月なんですって言ったら、オンつくんかいな。ほな出ようかってなったんですよ。ええギャラなんかもうほんまに4、5000円でええよって。でもそれ気づいてないだけなんや、交渉するやつが、うん、で祇園花月に実際出てくれることになって、はい、当日も来てくれたんです、うん、
擬音化月にで当日のその交番表っていうのが、リアルキッズシマシマンズ矢野兵道大助花子セリーヌ・ディオンでザ・ボンチリオ出番表が組まれて実際10分のまあネタ時間まあ何をやるつもりやったか分かんないですけどおそらくまあ、曲 MD 持ってきてたんでMD の2と6使いますっていやあるけど出番直前にちょっとセリーヌ・ディオンがご立腹されてドタキャンして帰ってしまったんですよ。そのご立腹したっていう理由が祇園花月のスタッフのケアができていなかったと、うん、まず大部屋の楽屋に通しまして分かるやろ個室やろ個室ないのと、うん、個室ないんですボンチさんが使ってますだって言えやボンチさんに言うた開けてくれるって個室なるセリーヌ・ディオンないんかいなまあまあええわほんならちょっと弁当あるって弁当とかないっすようちそうやな劇場ではないわなじゃ弁当ないのまあええけどあ優しいじゃあほなお茶あるお茶ないっすお茶も出えへんのんかいそらあかんもうあかん無理やわそれはベガスやったら考えられへんで考えられへんまあ確かに全然考えられへんよね、はい、ということでへそを曲げてダメやさやってしまったという話なんですね、何してんねんギヨン、はい、いやいやいやえ嘘ついてますわえ嘘ですあんなもんセリーヌ・ディオン世界の歌姫セリーヌ・ディオンが祇園花月来るわけないでしょ、うん、いやでも高橋証拠出せ証拠ジュニアさんこの度ですねそのセリーヌ・ディオンがお茶も出えへんのかいお茶も出えへんと憤ってる音源をですね、うん、ある特殊なルートから入手いたしました特殊なルートどこやBOOKOFF とだけ申し上げましょう中古や中古やじゃあその証拠を聞かせてみろよわかりました、この度僕が入手いたしましたセリーヌ・ディオンがお茶も出えへんと憤ってる音声特別に聞いていただきたいと思いますすまなかった俺にスコッチをいっぱいおごらせて三宿にいいバーがあるのを見つけたんですよ信じるか信じないかはあなた次第です信じるかすいません、はい、ちょっと僕も独自のルートで、はい秘密結社についてちょっと調べてきたんですけど、はいはい、その秘密結社っていうのは、はいフリーメイソンえお前知ってるかやろまた違うルートでちょっと分かりましたいろいろ RG のオリジナルのルートねはいもうフリーメイソンといえば、第二次世界大戦であるとか、うん、ケネディ暗殺であるとか、うん、同時多発テロであるとかにも関連してるんじゃないかとでちょっとこの決めな共通点はい専門家は、フリーメイソンあるあるって言ってるんですけどももう一回言って、もう一回言ってもう一回言ってフリーメイソンあるあるそのフリーメイソンあるあるは、ワムのウキウキウェイクミアップという曲に載せないとダメその曲は知ってるよワムの、うん、っていうルールだからいやいや喋ったらええやん都市伝説のそんなもん喋りええそれに載せないとちょっとダメ僕怒られるちょっとはい怒られるほんまにはい分かったはいしゃあないまあ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 しゃあないウェイクミアップに載せてのフリーメイソンあるある、うん、フリーメイソンフリーメイソンここからね始まりますもんねフリーメイソン懐かしいですね冷えたフリーメイソンフリーメイソンあるある早く言いたい言いたいよフリーメイソンあるある早く言いたい言いたいよフリーメイソンのあるある早く言いたいフリーメイソンのあるある早く言いたい早く言いたいよWake me up.
Somebody wake me up before you go go フリーメイソンはめっちゃ怖いね、信じるか信じないかはあなた次第です。どうええわ。あとはめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。まあこの僕岡山あの博士もそうなんですけど岡山出身なんですけども、まあ岡山って言ったらすごい桃太郎はやっぱり有名で、実はこの桃太郎っていうのが全国各地でいやうちの方が桃太郎なんだけどみたいな伝説いっぱいあるんですけどねみたいなことがあるんですよ実は。でこれあの香川県の高松の方ですとですね、この桃太郎神社っていうのがありまして、実際に桃太郎のお墓まであるんです。へえ。で香川県の高松から4キロほど離れた沖合にはネギ島っていう島があるんですけど、それはあの別名鬼ヶ島というね、ありましたね鬼ヶ島、はい、あと愛知県の犬山市の方ですと木曽川から下流の方に行くと桃太郎港という港があったりとか、きびだんごは岡山のもんだなと思ってたら北海道にもきびだんごがあったりとか、いろいろこの全国各地に桃太郎伝説があると。でもなぜこれ桃太郎が いろんな全国に各地に伝説として伝わってんのか、うん、桃太郎は鬼退治に行きます、うん、でそこで家来を従えるんですけど、それが猿、鳥、犬、なんでいろんな動物がいるのにまたちょっとちっちゃくて弱そうな猿や鳥や犬、また鳥なんか言うこと聞くわけもないし、そんなどこ行くか分からへんのに脳みそこんないもんな、あの化け物めちゃめちゃいかつい鬼に対して勝てる自信があったのか、実はこれは桃太郎にはあることを広める陰謀があったというふうにここで説明できるわけなんですけども、こちら陰陽道というのをご存知でしょうかね、はい、でこちら一応これは干支なんですけども方角がありまして、で干支になってるんですね十二支の干支に、はい、そして先ほど五郎さん言われました鬼門と言われる場所、これは北東にある、でこの北東にある場所の干支を見ていただくと分かるんですが、牛と虎と、はい、鬼は牛のような角があって虎のようなパンツを履いてると、鬼門の2つの動物の味なんだ、はい、鬼で鬼門というのはまさに鬼の門ということでこれを表してるんですね。こちらが鬼門で、こちらはい裏鬼門と言われる場所にどうしてもつながってくるわけなんですが、これを時計回りに干支で見てみると猿、鳥、犬と、でこの3匹を連れて鬼を倒すということで、桃太郎は陰陽道を日本全国に広げるためのお話で伝説として作られたということなんですね。やっぱ当時その羊ってあんまりそのメジャーっていうかあんまりそういうのなかったんですかね。ここの羊もありますよね、うん、この羊の話をしますと私かなり持っちゃいますのでここは伏せさせての続きがあるんですよ、ちょっと切ない話なんですけど、でやられて金を持って帰られるじゃないですか、うん、鬼はいつか桃太郎に復讐しようと思って、うん、自分の娘をスパイとして桃太郎のところに送り込むんですよ、で殺せと信用させて、だけど娘は桃太郎のこと好きになって最後自決するっていう、そういったその後のお話という父親も裏切れないし桃太郎も裏切れないから悩んだ挙句に自殺する娘の話、いやすごい話こうでもやる共演者睨まない、気づいてないけど今すごい醜い顔されてました、心の顔が出てました、仲間ですよみんな、心の顔が心の顔になってました。サメ誰が猿だ、こちら猿の惑星に隠されたメッセージなんですけども、1968年に公開されまして世界中で大ヒットしたこの映画なんですけども、まあご存知の方も、はい、多いと思います、はい、
まあ、ストーリーを簡単に言いますと、主人公が乗った宇宙船が惑星に不時着しまして、そしてその惑星で猿が人類を支配するというそういう衝撃的な内容でございまして、まあ、世界中はもとより日本でも大ヒット大ブームを巻き起こしまして2001年にはリメイクされまして、それがですね、日本では45億円の興行収入を記録したと、それだけ日本ではもう古くから長く愛され続けているこの猿の惑星なんですけども、これにですね、メッセージが隠されていると。しかしなぜそれを隠さなければならなかったのかと、それはですね、その全ての謎をですね、この原作者のピエール・プールという、はい、人間なんですけども、はい、彼はですね、フランスでは有名な小説家でございまして、しかしもともとはあの小説家じゃなかったんですね、はい、第二次世界大戦中にフランス軍のスパイをやっていた人なんですね。すごい、はい、そしてですね、1943年に東南アジアで、身柄を拘束されまして、はいはい、そこで日本軍の収容所に、入ってしまったんですね。そしてですね、はい、彼を待っていたものは、その今まで下に見ていた人間に命令されるという、まさか屈辱的な日々だったんですね。はい、そして彼は戦後、小説を書き始めるんですよ。それで一気に書き上げたのがこの猿の惑星なんですよ。これはですね、日本軍に捕虜された実体験を基づいた小説だったんですね、はい、その物語の中心となるのが人類を支配する猿、そして猿というのがもう皆さんお分かりだと思います、日本人のことなんですね。ということで彼には黄色い猿に見えたんでしょうね。はい、そしてそれを知らずに我々は長年皮肉にも自分たちが皮肉られた姿をこう楽しんで見ていた、ね、知らずにいうことなんですね。ほう、なるほど、そう言われてみたら、ね、そうですね、ほんま次見たらあの猿に感情移入してしまいそうですね、なんか俺たちが見たら泣いちゃうかもしれないね。本当ですよね、猿の惑星って。バケモン、バケモン僕は化け物じゃないんです。 I'm not 化け物。日村か。そうです、日村です。まあ、この化け物なんですけども、はい、東京湾で一番よく取れる、まあ、皆さんも一度は食べたことがある食べ物なんですね。はい、僕もすごく好きなんです。それお寿司とかでよく食べる、あのですね、いや、まあ、僕もこの話をちょっとこの知り合いのまあちょっと警察官やってる方がいまして、その人から聞いてちょっともう食べれなくなってしまったんですけど、何何、はい、まあ、あの東京湾っていうとよくいわゆるその変死体が上がってくるっていうのはまあ皆さんニュースとかね、それでまあ聞いたことあると思うんですけれども、その化け物がまあ皆さんがよく食べる食べ物がその変死体によく付着してるらしいんですって。はい、いわゆるその目とか耳とか、まあ、鼻とか、そういうところにこう化け物がこう付着していると。でその化け物っていうのは、もう肉だったら何でも食べるんですって。あ、肉食なんですって。はいはいはい、東京湾にいるのはそういった肉食なの。はい、で普段はその海の生態系をすごく循環させる生き物だっていうふうに言われてるし、まあそうなんでしょうけれども、はい、変死体を見つけてしまうともうその肉食の魂がこう蘇って付着してしまうと、うん、化け物っていうのがあの、はい、じゃあ前から3日目もちょっとねグロテスクじゃないですか。だから逃げられる前のやつらはね、はい、なんか本当におかしなね、はい、格好ですよねあれ。そうそうそう、でもたまにそのお寿司屋さんに行って今日いいのね、生でいい、美味しいですよって言って勧、うん、められるじゃないですか、はい、でも実はそのバケモンっていうのは、はい、何違うよ。ドーンドーン、それで言ったらお前注文されへんなるから、はいはい、その話知ってたんですよ私。はいはい、ちょっと待ってください、はい、おいバケモン、おいバケモン、ヤグちゃんレベルでもう知ってたっていうのはケーラとしては俺赤の違うか。これも言わんといて。最初に来た時日村さんをテレビで見たんですね、はい、人間じゃないんだって思ったんだから、
本当に。いやだから僕も初めて会った時に、はい、これイエイっていう指かと思ったんですよね。目の前に出された。親指タイタニックやろ。親指タイタニックね。親指タイタニックってちょっと何なんですか。親指タイタニックや。親指スターウォーズでもええよ。親指スターウォーズってちょっと何なんですか。それは味を味付けして返してよ。味付けて返すって何なんですか。だからお前丸に乗っかってるだけやからさ。何なんですか。三沢さん、まあ、先日お亡くなりになっちゃいましたけど、はい、三沢さんが2代目のタイガーマスクであることは、はい、まあ、皆さん知っていますよね、はい、まあ、それの誕生説みたいなのもいくつかあるんですけど、はい、教えてください。まあ、海外遠征中にジャイアント馬場さんから国際電話で、はい、お前トップロープに上がれるかと、はい、三沢さんははい上がりますと、はい、そしたらじゃあ今すぐ帰ってこいと、うん、そしたらそのまま馬場さんにトイレに連れて行かされて、はい、トイレでこのマスクをかぶれって言っても無理やりかぶされたんですよ、はい、それがタイガーマスクだったんです。何も説明もなくて、はい、説明もないんですよ。トイレで、はい、社長室じゃなくてトイレで、トイレで言ってこれでかぶれよし行けとお前トラになれと言って、はい、でそのまま出て行って、はい、試合したんです。快適にそのまます三沢さん、本当に革命もあります。革命、若手レスラーっていうのは技が限られるわけなんですね、うん、大技は使っちゃいけないとか、あとにメインイベントとかの人は使うから、一応それが暗黙の了解があるんですけども、それを三沢さんは使えと、あ、現在でも、はい、若手やのに、若手にもうどんどん使っていいと、はい、しまいには自分 あのタイガードライバーも使っていいぞって許可したんだよ。一応確認やけど、ええ、まだある、まだありますよね。ここまで、いや、ここまで自分が伝説って知ってるよね。ここまではどうしても脇くんが言いたかったプロレス情報や。教えてください、唯一の弱点を。それを三沢選手唯一の弱点、はい、カラオケでアニメソングしか歌いません。しかもめちゃめちゃ下手くそなんです。下手くそなんです。いや、まあ、信じるか信じないかはあなた違う。東京マラソンって言ったらね、まあ、2007年にスタートしました。今年第3回を迎えて、なんと3万5000人も今年走ったというね、はい、大人気ですけども、実は3年前これをね開催しようかどうかっていう時って意外と反対意見も多かったらしいんですね、うん、主要幹線道路を7時間もストップしてやる必要があるのかっていう、これ完全に交通麻痺しちゃいますからね、うん、これ、まあ、国はですね、どうしてもこの東京マラソン開催しなければいけないある理由があったと言われてるんですね。教えて。これ東京マラソンのコースなんですけども、うん、ちょっとですね普通のマラソンコースと比べて皆さんおかしいところってお気づきになります？本当に多い。そうなんですよ、はいはい、で明らかにこの中心部、ここでも意図的に混雑を作りたかったんじゃないかなんていう、ちなみにこの中央一番混雑が予想される場所というのが霞ヶ関、日本の中枢なんですよね、うんうん、でさらにもう一個不思議な点が、まあ、普通マラソンなんて言ったら給水所ぐらいなもんなのに、うん、東京マラソンめちゃくちゃ食料を用意されてるんですよね。バナナ、パン、チョコ、干しぶどう、食べました？はい、ご飯もあるしお味噌汁まですっごい多いんですよね。味噌汁もありました。美味しいの？美味しい、美味しいの？本当に美味しい、美味しい、はい、でこれあくまで、まあ、仮説なんですけども、まあ、この東京マラソンを開かれた理由というのが、まあ、実は日本の東京に有事、まあ、戦争、テロ、災害、まあ、地震とか起こった時に人々がどんな動きをするのか、そういうデータが欲しかったために開かれたんじゃないかって言われてるんですよね。へえ、なるほど。もしかしたら本当にこう戦争、テロなんかの際に暴動が起きたらどんな風に人が移動するのかってい こうデータが欲しかったんじゃないかって言われてまして、実は参加者の皆さんには全部こういうものが配られてるんですよね。RC チップなんですけども、はい、まあ、主催者側は、まあ、タイムがこれで分かるって話をしてるんですけども、これはそのランナーがどんな動きをしたかっていうのが逐一チェックできるんですよ、はいはい、
これ完全にもうどんな動きでどういう風に人間が動くかっていうデータを取るためにこれが配られたんじゃないかって話をしてます。すごい。でまあ去年の東京マラソンが2月の17日に行われたんですけども、その1ヶ月半後4月2日に実際にこう政府の方から今東京に直下型大地震が起きたらこんな風に人間が避難したらいいですよなんていう災害シミュレーションを発表されたんですよね。でこれを見た専門家たちがいやいや待ってよ、これ完全に何万人もの人を実際に歩かせないとこんな細かいデータ取れないよっていうふうに口を揃えて言ってるらしいですね。なのでやはり東京マラソンっていうのはそういうために開催されたんじゃないかという、信じるか信じないかはあなた次第です。あのまあ、風水なんかもよく勉強してるんですけど、このコース、はい、風水師の先生が見るとみんなあって言うんですよ、はい、なんで昔から風水の奥義でこの中が停滞した時というのは、うん、無理くりこの中の空気を動かすといいという話があるんですね、はいはいはい、でこれ風車の動きになってるんですね。なので東京から来た木が風車式、人間が動くことによってぐるぐる回るように設計されてるという話になって、ちなみに石原都知事っていうのはこういうことを非常に気になさる方という僕が思うんだよ。皆さんあのサッカー好きな方だったら知ってると思うんですけども、イタリアにガゼッタ・デロ・スポルトというスポーツ紙があるんです、はいはい、そのスポーツ紙はですね、イタリアのサッカーリーグセリエ A の試合の翌日に選手の評価点を10点満点で採点して出すんです、はいはいはい、ただこれがすごく厳しくて、うん、10点満点中平均でまあ 5.5 から6点、うん、でまあ結構一流の選手がいいかなりいいプレーをしても 7.5 つけばいい、うん、いい方なんです。なんでこんなに厳しいかっていうと、ある選手のプレーがきっかけなんじゃないかっていうふうに言われてます、はいはい、その選手というのがですね、アレッシオ・スカルピ選手なんです、はい、これ誰だと、はい、皆さん知らないですよね。ただこの選手が過去に10点満点を出してるんです。まあどんなプレーをしたかというと、そうそうそれ、まあ、今から10年ぐらい前のウディネーゼ対カリアリという、うん、まあ、ちょっと下ネタっぽい名前なんですけども考えすぎだよ、はい、のチームの試合がありまして、はい、その試合はウディネーゼが2対1で勝利したんですけども、はい、このスカルプ選手負けた方のカリアリのチームのゴールキーパーなんですよ。負けた方2点も取られてるんです。なのに10点満点、お、はい、試合中突然自分のゴールキーパーにもかかわらず自分のゴールを飛び出していっちゃったんです。でもゴールがら空きなんですよ、はい、味方選手もサポーターもみんなこいつアホかと、うん、スカルピ何してんだと、うん、なったわけです、うん、ただ違うんですよ。スカルピ選手は味方のディフェンダーの選手が突然の心臓発作で倒れた、うん、それを誰よりも早く察知して、うん、そこに一直線に走っていったんですよ。そして、はい、人工呼吸をして心臓マッサージをしてその心肺停止だったディフェンスの選手は見事蘇生したんです、でもう、すごいすごいね、もう5万人のサポーターがもう大拍手を送って、で、まあ、ゴールは守れなかったけども人の命を守ったこのプレーとしてはそれが10点です。なんか粋な話というか人に言いたくなるような、はい、この話僕も聞いた時ちょっと興奮して、はい、僕のボールが縮み上がりました。我が家縮まってた、我が家今日はですね、アホにならずに、はい、ちょっとこの3が持つ不思議なパワーをねちょっと語りたいな。あるんですかそういう年、はい、日本人というのは非常に賛を好む国民なんです、はい、まずあの国民的大スター長嶋茂雄さん、はい、三塁手であり、はい、通算打率3割を超え、うん、まあ、背番号3番永久欠番、はい、そして、言葉もあります、三種の神器、あ、ほんま、ね、五三家、日本三家、これ三で全て区切るんです。そう、日本人というのは3を重んじる国民なんです、うん、
そして、企業もあります、三井、三菱、三和、三越など、うん、日本経済の礎を支えてきた大企業は三のパワーを借りてると言っても過言ではありません。わかります。そして、電話番号市外局番03から始まるこの東京、うん、そしてこの東京のシンボル的存在の東京タワー、東京タワーも、深い関わりがあるんですけども、教えてください。はい、高さが333メーター、そして完成したのが昭和33年。はい、そして平成3年に完成33周年を迎えるという、綺麗、この偶然なんですけど、偶然やね、平成3年は。はい、そしてこのテレビ東京も3と深い関わりがあるんですけども、テレビ東京は7とか10人じゃないんですか。え、そうじゃないんです。あんなに後輩にいなされる先輩、軽く一周されましたね。とか10人じゃないかなと思って、テレビ東京は3に深い関わりがあるんです。教えてください。東京タワーの真横、足元の真横にある芝公園スタジオ、 あそこはいろんなテレビ番組の撮ってる収録スタジオなんですけども、あそこはもともとテレビ東京の社屋だったんですね。はい、そして、そのテレビ東京の番組であるこのやりすぎ工事、はい、これやりすぎ工事も非常に3と関わりがあるんです。どういうこと。今田さん、まず誕生日3月13日、ジュニアさん3月30日、そして東野さんがですね、ちょっと8月8日なんですけども、8なんですが、3をこうシンメトリーにすると、まあこういうことになるんですね。そして誠司さんなんですが、1月23日、足しても引いても何してもちょっと3と関わりがない。これでも上の3人は工事ですか。やりすぎ工事っていうタイトル。そうなんです。そこなんです。ということで、必然的に誠司さんはこの番組必要なのかという。必要やけど誠司もいるっていうことに、まあまあ、なってくるわけです。もともと吉本の工事を集めて始めようとした番組ですからね。はい、ジュニアがね、ジアナ工事だから工事呼んだら誠司がついてきちゃったよみたいな。やりすぎ工事と意味なし誠司。すごいな。では誠司さんにと入れ替わってこの番組のレギュラーを担うこの有名人誰なのかということで、新レギュラー考えようと。はい、その重要人物はですね、はい、こちら1953年3月3日生まれです。ちょっと待って、緊張するわ俺。そんな先輩とやんの嫌や。大丈夫。まあこの有名人、ズバリこの人です。ジーコです。面白い、やりたい。あ、でもちょっと待って、名前、あ、工事のジーコ。そうなんですよ。サッカーの神様と言われ、はいはい、日本にやってきたのが平成3年なんですけども、はい、まあ、その神様と呼ばれた男があんなサッカーの弱くになぜ行くのだ、日本にね、はい、言われてました、はい、それは3が絡んでいるからなんです。なるほど。で彼は、ジーコジャパンとしてですね、はい、通算勝利数がなんと33勝。お、確かに今でも新レギュラーでジーコ来てくれたんだ。はい、なんていうのは確かにそうなんですよね、うん、だから昔から日本人ってのは、うん、そうなんですか。あのね、奇数が好きなんですよ、うんうん、あの偶数はダメなんですよ。あのさんま師匠がさんま御殿のゲストの数は絶対に奇数ですしね。え、そうなの、なんでなん、え、自分何面白いネタ持ってるやん。いやいや、あの今してやったりとかしてそうなんです。なんでなん、だからご本人曰くその方がこうしっくりいくんですよ。7人が9人だ、大体そうなんですよ。今日のゲストの方9人ですね、うん、あ、本当だ。あっちも14名ですね。いっぱいやし、誰かいら日村帰ってくれへんから。いやいやいや。ニザリー、皆さん、出たんでしょうか。はい、小説家が怖い怖い、あの大ファンにこう、まあ、拉致監禁されて、なんで思い通りにならないんだって言って、まあ、あのロープで足を縛りつけて、うん、砕いて動けないようにして、はい、こういうふうに書け、こういうふうに書けっていう、この原作を書いたのがスティーブン・キングって言って、あのグリーンマイルとか、はい、あのショーシャンクの空にとか、はいはいはい、あの有名なホラー作家の人なんですけども、あのレストランでご飯を食べてましたら、はい、もう顔の青白い男が声かけてきて、
サインくれと、はい、今食事中だからいやもうサインくれサインくれってものすごくしつこく言ってきたんですって。でもううるさいなと思ってしょうがなくサインしたら、今度なんであの主人公殺したんだみたいな、なんでこうなったんだなんでこうなったんだってな、気持ち悪いやついるなと、はい、まあまあその場は帰ったんですよ、サインだけして。こんなやつにさらわれて監禁されてあんなことされたら怖いなって言ってできたのがまあミザリー、はいはいはい、でしばらくしてテレビ見てたらあれ見覚えあるやついるな、うん、こいつ絶対見たことあるなっていうやつがレストランでサイン書いてくれって言ってきた気持ち悪い青白い顔の男だったんですよ、はいはい、でその男がなんでテレビ出てたかっていうとジョン・レノンを射殺した犯人だった。はい、マーク・チャップマンだった、でなんでジョン・レノンを射殺したかっていうとサインを断って腹を立てて撃ち殺してた、だもしもサインを断ってたらミザリーより怖い話が起きてたかもしれない。うわすごい、信じるか信じないかですつい何ヶ月前なんですから、ええ、会社が恵比寿にあるんですよ、はい、下にねちょっとオタクっぽい男の子がいたんですよ、はい、で「こんにちは」っつうから、はいはい、僕ね放送作家のね僕のところよく来る、はいはい、やつだと思って「何だお前」って「うんうん」ってうまく喋れないから、ええ、放送作家のなんか志願するやつって意外と強いと多いやつ、はいはいはい、分かったんで、ね、上上がってこいよって、はい、上げたんですよ、はい、で上で新年会の時だったからね、はい、じゃあ乾杯しようっつって、お前も飲めようっつったら、うんってそのまま聞いちゃったんですよ、はい、なんで変なやつだなと思っていたら、はい、2日後、はい、そいつが六本木ヒルズの横で包丁持って、はい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 、あいつ2日前に俺のとこ来てたんですよ、なんで本当なの、で、あのニュース僕見ましたよ、見たでしょ、警察から電話あったんですよ、はいはいはい、でテリーさんとこ行ったって言ってんですよ、本人が、で本当ですかって、なんか会社をなんかリストラされたんですよ、そうです、はい、俺があの時に意外と冷たい態度取ってたら刺されたかも、なるほど、本当にそうです、うわめっちゃ怖い、怖いあったんですよ、あとは噛むだけです、いやいやあの皆さんの会社にもあの会社のマークってあるじゃないですか、であのまああれは会社の顔ということで業績をまあ左右する本当に大切なもんなんですけども、例えばあのこちらあの伊勢丹の古いマークです、はいはいはい、これ100周年の時に記念してあの1986年ですね、こういうマークになりますね、これは今僕たちよく知ってる伊勢丹のマークなんですけども、これ伊勢丹の愛は私の店っていう意味の愛もありますし、あ、はい、で日本一の、まあ、ナンバーを目指すという、意気込みもありまして、この中の、丸はですね、うん、未来を、見通した伊勢丹の目という意味があるんですよ、でこうやって、やっぱりマークが変わってから伊勢丹さんは年々こう業績がバーッと上がっていって、今やもう日本を代表するデパートになってるわけなんですけども、で僕たちが所属しているプロダクションの松竹芸能、はい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 、よく間違われるのが松竹株式会社、はいはいはい、映画のね、そうなんですよ、映画を作ってる松竹株式会社の系列会社だったんですよ、ね、マークが実は違うんですね、はい、よく皆さん見られたマークなんですけども、はい、この松の下の葉っぱの笹の葉っぱの数が1,2,3,4,5 枚あるんですね、はいはい、こちらの松竹芸能のマークですけども、はい、この松の下の葉っぱの数が1,2,3,4,5,6 枚あるんです、はい、こういう違いがあるんですよ、はい、これは松竹芸能を作った先代の勝忠夫会長がですね、はい、松竹株式会社の上を行きたいという意味で1枚増やしといたれという三重で、はい、葉っぱを1枚三重で、まあまあ希望もあるしね、当時は新入社員はこのマーク見せられてどう違うって答えなくちゃいけなかったんですよ、はい、でも最近は全くその質問が入社時になくなったんですね、あそれはなぜかと言いますと現在松竹芸能は松竹株式会社の完全なる子会社になっちゃったからなんですね、
作戦失敗という ことで、皆さんに言いたいのは、見栄を張ってマークを考えるじゃなくて、はい、ちゃんと考えなあかんという。もちろんそうですよね。ちゃんと考えなあかん。そういう話でございます。そして、信じるか信じないか。木下さん完全に相方っていう空気塞いでますよ。コンビなんですけど。ちょっとコンビなんです。ちょっと。あの下にや。あの下にや。あれがたまたま。木下これ両脇挟まれてるよこれ。あの会場の話なんですけど、はい、あの業界用語でおはようございますって言うじゃないですか、はい、あの挨拶を考えたのがこの勝忠夫さん、それはあのおはようという言葉にしか、はい、定年語にできないという意味があるんですね。こんにちはは、こんにちはじゃないですか、おはようという言葉ございますがつけれるんで丁寧に挨拶できるから、おはようございますにしよう、こんにちはの次絶対ないもん。そうなんですよ、こんばんはの次じゃないけど、おはようはおはようございますって、はい、以前のこの番組で異常犯罪者に出す心理ゲームってありませんか、はい、なんかあったね、覚えてます、うん、なんかあのか3人家族がいて、お父さんお母さん男の子でした。でそのお父さんが亡くなってしまって、はい、お葬式を開いた、はい、するとそのお葬式業者の方にお母さんが一目惚れをしてしまって、はい、翌日お母さんがなぜかその子供のことを殺してしまった、なぜでしょうっていうね、ありましたよね。ちょっとね聞きましょうか、ね、伊藤君、ほんまやちょっと関係あるドラマやってるし、ほんまですね、必要ない、あ邪魔だからっていう、あ M さん、まあ同じですかね、やっぱ邪魔だから、うん、これはで大体の方がこう答えるっていう中、あの異常犯罪者の方ね、あの多分これダメですけども、ね、なんていうのは違う答えをしたっていう、その答えっていうのが、子供を殺せばまたお葬式が開けて、その一目惚れをした彼に会えると思ったから、その一目惚れした人がまた来てくれるから、これはそういうことなんですか、全くそんな発想なかったわ、普通考えてないんですよ、はい、異常犯罪者しか、ただ前回全く同じ答えをした方がこのスタジオに一人だけいたという、あれ誰だっけ、覚えてません、誰誰ジュニアさん、謎的なことでしょ、ジュニア月句に帰ってください、そっちは嬉しいか、音が目になれよっていうのがまあありまして、今割と巷で有名だったりもしますよね、はいはい、でそんな、異常犯罪者が、出た時に出す心理ゲームの最新版を入手しまして、誰でしょうか今日答えましょう、はい、皆さんですね、今自宅のマンションの10階の部屋にいます、はい、外の方でギャー悲鳴が聞こえました、うん、えと思ってベランダに出ると、下の方で犯人が人を殺してました、うわ見ちゃった思った瞬間、犯人がギロって振り向いて見上げて自分目が合ってしまったんですね。でその時犯人が下からこのようにですね、指と口をねこう動かしてますけどもね、こうやって、これは一体、何をしてるでしょうか、なんか思いつきましたか、なるほど、じゃあ順番にね、はい、伺っていきましょうか、かっちゃんはもう普通にこのことは人に言うなよですよね、脅しですよね、伊藤君、まあ言ったらお前も殺すぞみたいな感じですかね、さあ山本さん、今のは嘘だぞとか思いっきり倒れてるでしょ、あジュニア君、さあ犯罪、ジュニア君、誰が犯罪だ、誰が犯罪だ、さあヨッピー、いやその別に考えなくていいから、何を言ったかっていうの、直感やん、直感で、なんすかね、でもまあ10回ってそんな聞こえないですよ、
俺浮かんだんは今から殺しに行くからなっていう。そうそう、だから、あ、10回ねって、うん、123、あ、10回ね、今から行くから。何？さあ答えを、答えをどうぞ。異常犯罪者はその部屋が何回か数えていた。まあまあ、そのヨッピーが言うから。今1回もなんて言ってましたとは言ってないんですよ。口と指を動かしてこれ何ですかって言ってるんですよ。で皆さんは殺しに行くとか言ってるじゃないですか。すごい、そう、殺しに行くとか、ね、え、見たなとか言うなよとか。異常犯罪者は殺しに行くことはもう当たり前なんです。もうどうやって殺すかという計画に入ってるんですよ。言うてるわけじゃなくて自分の中で三段を立ててるわけ。お二人ドン引きですよ。ドン引き。これ今あのネットの方で非常に話題になってまして、本当にねびっくりすることが起こってるんですよ。まあのドラクエっていうとね、皆さんご存知ドラゴンクエスト、もう最も有名なロールプレイングゲームとして有名ですけども、今ドラクエ10まで出てるんですかね。もともと1っていうのが1986年、今から27年前にまあ1が出て、そっからもう今もう大人気シリーズじゃないですか、大ヒットして。昔セーブっていう機能なかったんですよ、うん、あの今ロールプレイングゲームって途中中断した時にセーブすると次そっからまたね行けるんですけど、昔なかったんで。昔何かっていうと、途中で中断するとパスワードが出てくるんですよ、20文字の。それがもう本当にもう何の脈絡もない、ただのこうね、あの20文字もなんかただのひらがながバーってくるんで、それ必死にメモっといて、次それを入れるとそっからできるっていう、この何の脈絡もないこのひらがな20文字が意味を持った文章になることが偶然あったんですね。でそれを打つとまあ再開できるんですけども、でその文章を見てると、ドラクエの発売以降の未来を驚くほど的確に予言していることが多かった、スポーツ界だと、まあ、いろいろあるんですけども、まずこんなことを予言してたんですね。これですね、復活の呪文を入れてください。キムヨナは氷の上を美しく舞う。1986年の作品なので、キムヨナ生まれてさえいないんですよ。作ったんちゃう今の技術で。いや、それも絶対無理なんです。あ、そうなん。その時にだからもうこういうパスワードが存在してって、たまたまこれが読み込まれてると再開されるっていう。すげー。これ何年前の、何年前？27年前です。マジか。おとばさんの番でマジか。でマジか、こういうものもあったんです。浅田真央、氷の上を美しく踊る、今からもうね生まれてもないことなのに、なぜかこういうことが。なんで、これってじゃあ俺持っててやったら学校から出るんですか。今はい、もうドラクエ持ってる方はこれ入れたら再開できます。ちなみに面白いのは、今のキモヨナのやつと浅田真央のやつ入れると、どちらも同じ装備で始まるんですけど、キムヨナの方が若干レベルが上なんですよ。まあ、前回バンクーバーね、キムヨナこう金取りましたけどもね。あ、レベルね。うまい。高くないこれ。レベル28。怖、はい。25。わあ。これ後で設定したわけじゃない。じゃないんです。もう本当偶然なんですけど、びっくりしたのが、今年2013年の芸能界のことをことごとく予言してたんです。ちょっと。なんで？指原優子、北渡辺、柏木、マリコ。1位から5位の順番全部飛んじゃうんですよ。すごい。嘘や、インチキや、こんなん嘘や。すげー、信じれない。おとばさん、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 いや、島田マジか。マジなんですよ。マジなんですよ。あと、まあ、今年の芸能界でいうと、うん、大ヒットドラマありましたよね、うん、そのことも予言してます。こちらご覧ください。やられたらやり返す、倍返しだが勝ちよ。嘘やこれ、あの TBS のすごい、あのフレーズお願いします。倍返しや。関西弁でしたか。
喋らすな。喋らすな。今もしね持ってらっしゃる方は自分で勝手にね文章を作ってみて、うん、それがもし成立して再開された場合は、うん、その文章に書かれている予言が実際に起こってしまう可能性はあるってことですね。信じるか信じないかはあなた次第です。川島君とかすごいやるやろ。ドラクエももちろんそうです。だからあの、はい、これは絶対あの本当に再開できてしまってるんで、これは絶対再開できるんですよ。だからほんまなんですよ、うん、あの島さん全く嘘ついてないですよ。再開されますんで。あの世の中にはですね、あの奇妙な一致だとか偶然とかっていうの数々あると思うんですよ。はいはい。中にはですね、未来の出来事をその小説とか漫画とかで予言してしまうというパターンのこともあるんです。例えばですね、はい、皆さんご存知のタイタニック号の沈没事故ありますか、ね、はい、あれから14年前にですね、イギリスのある小説家の方がタイタン号という船が大型客船が氷山にぶつかって沈没するという話を出版してるんです。すごい。その作品の中にはいろいろ共通点がありまして、例えばあの事故の起こり方、真夜中に氷山にぶつかるとか、はい、初めての航海だったとか、はいはいはい、イギリスからニューヨークへ行くという航海のコースもぴったりと一致しているんです。すごいよ。他にもですね、あとあの1996年ですね、アメリカの小説家のトム・クランシーという人がですね、合衆国崩壊という作品を書いたんですけども、はいはい、あるテロリストが民間航空機をハイジャックしまして政府の建物に自爆テロをするという内容のものがあるんですよ。だから 9.11 事件にすごく似ている、はい、暗示しているような、これでも読んでる可能性もあるね、参考にしたってことも、うん、そうなんですよ。この作品を見て、うん、ヒントにして事件を起こしたんじゃないかとか、はい、いろいろ考えたりもするんですけども、こう今まで紹介したものをはるかに超えるです、ね、予言をした人がいまして、はい、それが誰かと言いますと、あの漫画の神様の手塚治虫先生なんですよ、はい、手塚先生のですね代表作の一つにブラックジャックという、はい、はい、知ってる知ってる、これ17巻ですね、うん、これはあの1979年昭和54年に出されたものなんですけれども、うん、この中であるシーンである夫婦がですね会話をしてるんですけども、旦那さんが突然おい地震だと言ってグラ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 ってこう地響きがね、うん、上がる、はい、このシーンがあるんですけども、うん、ここにあの見てもらうとですね、6月14日午前8時頃東北一帯にマグニチュード 7.5 の地震発生とあるんです、うん、で今から2年前の2008年にですね東北を襲いました岩手宮城内陸地震というのがあるんです、はい、それがですね6月14日午前8時頃東北一帯にマグニチュード 7.2 の地震なんです。すごい、全部これはもう新聞あるんですよ。ほんまや、バッチリその日時と、まあ日にしと時間をですね、大きさとね、当てるという、ありまして、他にもですね、手塚先生は富士山の大噴火とか、はい、あとロボットが人間を支配するとか、そういう内容のものが書かれてるんですけども、それらも未来に起こる出来事なのかもしれないと。信じるか信じないかはあなた次第です。あれですよね、先ほどね、あのロボットが人間を支配するってこと、はい、携帯電話だってどっかロボットじゃないです か、はい、かこのちっちゃいものにもう 今人間の方が支配されてます、支配されてますよね、はい、例えばどこ行ったらもう全部分かっちゃうでしょ、はい、当たってんのかも分かんないですよ、当たってますよ。すごい話だったんですけど、はい、なんか根拠がないんですけど集中できないんですよ。いろんなものが邪魔しちゃった。そうなんですね。春日はね、うまく喋りすぎたんで。そうですね。春日が何かをちゃんとやるとこうなるんです。うん、マインドコントロールっていう言葉皆さんねもご存知だと思うんですけども、うん、ちょっと誤解されてる方多いんですけども、マインドコントロールというのは強制的に洗脳するということではないんですね。人間が誰しも持ってる心理につけ込んで、あたかも自分本人に選ばせるかのように誘導していくテクニックはマインドコントロールなんです。福岡である事件が起きまして、これはあの日本の犯罪史上でもう一番最も凶悪だと言われる事件があるんですね。2002年に発覚しました北九州一家監禁殺人事件というのがあるんですけど、今日はあの
概要だけちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。まず主犯がですね、この松永という男です。そしてこの松永という男がこちら尾形という女がいるんですけども、尾形という女の一家の中に入りまして、最終的にはこの一家全員殺してしまいます。殺すのもポイントがあって、この松永という男は自分で一人も手を汚さぬまま殺し合いをさせるんです。じゃあこれどういう風な経緯でやってきたか、まずこの松永という男はですね、妻子がもともといるんですね。妻子がいるんですけども、この尾形という女と不倫関係を作ります。尾形は名家の娘なんです。土地があったりとかする金持ちの娘で、それを分かってこの尾形に松永は近づきます。で近づいて尾形の親にですね、妻子とは離婚してこの尾形家の婿養子に入りますと、だから置いてくださいということで尾形家の中に入っていくんです、ところが尾形家の中に入った後に、尾形のお母さんですよね、はい、このお母さんからろくでもない男だということがバレて、お母さんは松永に娘と別れてくれと説得し始めます、はい、その時に松永がまず何をやったかというと、はい、半ば強引にこの母親と肉体関係を結ぶ、で肉体関係を結んだことによってお母さん弱みが握りますよね、はい、松永はこのお母さんに肉体関係を結んだことを親父に言うぞと、ということをやり出すんです。そしてどん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 口封じをしていく。そして次に起こったのはこの松永の知人男性というのがいるんです、はい、この知人男性を松永は殺します。殺すんですけども、この尾形を使って協力させて殺します。ほう、殺した後に松永は何て言うかというと、尾形家にお前の娘は人を殺したぞと、俺はお前の娘の肩を担いだだけだと。ところがこの尾形家というのはもう名家ですし、世間体をものすごく昔から気にする家なんで、そういう犯罪者を出してはいけないということで、どんどん松永の言いなりになっていくんです。そこでさあ次松永は何をやるか、目的はこの尾形家が持っている土地や財産、これをもらうことが松永の目的ですよ、で松永は通電リンチというのを行います。電気でリンチをしだすんです、そして食事も尾形家には1人1日パン1枚と、それに反抗するようなのであれば通電リンチを与えて自分の言いなりにしていき、財産を自分のものにしていくんです。結局松永と尾形以外は全員殺し合いをさせて、マインドコントロールに乗って追い詰めて全員殺しちゃうんです。で結局どうやってこの事件発覚したかと言いますと、この殺した知人の娘いますよね、はいはいはい、こいつが松永の元を逃げて脱出するんです、はい、そこで警察に訴えてこの事件が全て明るみになる、うん、この子だけは一緒に住んでなかったの。いや一緒に住んでたんですけど、隙見て逃げたんです。逃げた。でこれがですね、海外でも犯罪学の研究にこの事件がマインドコントロールというのはこれほど恐ろしいんですよということで使われている事件です。資料として、はい、でこの後裁判になりますけども、はい、裁判になった時に、裁判官がですね、はい、この松永のマインドコントロールのテクニックがあまりにもすごいんで、はい、松永の弁護士を普通は2人で接見させてね話し合ったりしますけど、はいはいはい、それを禁じるという、弁護士がマインドコントロールにかかる可能性があるからです。このマインドコントロールの恐怖、信じるか信じないかはあなた次第です。いやなんか物腰すごい柔らかくて喋りめちゃくちゃうまいですよ。で中学1年生で中学全体の3年生ばっかりで出る弁論大会で優勝したりするんですよ。もうねほんまに芸人になってたらめちゃめちゃ売れてたんちゃうかっていう、こんな凄惨な裁判ですよ。裁判中ね、傍聴席ドバーン受けるんです。このいやその時どうやったん、いやこうしてこうして、向こうがこう言うたから俺公開したんや、ドーンって受けるんですって。でいまだに、まあ、刑務所入ってますけど、はい、もうほんまのペテン師ですから、はい、独居房入ってる、そこにこう、はい、犯罪者の人が通る、受刑者が通る、おはようございます、おはようございますって挨拶するんですよ、いまだに。行く
僕あ最後まで認めなかったのよ、ね、認めてないですし俺はそんな人間じゃないってもうほんまになりきってるんです。うわ怖っ。松永と知人はもうずっと朝まで飲むんですって。おでも知人はもう「すごいっすねすごいっすね」言って毎晩飲むんですって。それもめちゃくちゃ気持ちいいから今日も飲もう今日も飲もうって飲んで「すごいっすねすごいっすね」言ってたらだんだん「いやそうは言うけど俺もこんなとこあったりなこんなとこあったりな」って呼んで言い出してそれ全部覚えててある日「おい!」って言うんです。高橋お前ミスター動物でございますから、うん、私が動物ミスター動物ミスター動物の話が動物ちょっとわけわかんなくなっちゃいました。続いてハイエナってめちゃくちゃイメージあるでしょ、はい、俺本当に頭にきてるわけですよ。あんなに可愛らしい動物俺いないなと思って。ハイエナ、ハイエナです。なんかこうライオンさんとかの餌を横から奪ってみたいなイメージでしょ。あ違うんです本当は。実はハイエナが取ったやつをライオンが取っててライオン怖いからちょっと横で見てるみたいな。でライオンがいなくなってから死肉とかを食べてるんですよ、はい、でその姿を見たらその現地の人があいつなんかすげえやだわみたいな。だからなんかこう漁ってるやつ見たらハイエナみたいな野郎だって言われちゃってるだけで本当は自分で狩りしてる。でしかもこれすごく面白い社会でハイエナの社会、うん、これねハイエナっていうのはサバンナじゃ珍しいメス社会。多分それメガネどう巻いてるからもういらんと思う。普通ねハーレムって男がいて男の周りに群がるわけですよ、はいはい、でもハイエナっていうのは特別で女の人が一番で子供とかお年寄りがいてお父さんだよみたいな順番なんですよ。へえ。でねそういう進化をしてるからこれもう本当に不思議なんですけども、はい、その男性オスとオスと何がおもろい。いやこれびっくり、いやびっくりびっくりです。オスとメスの性器が一緒の形してるんですね。えほらちょどういうことだって。いや見たら分かる。こんなんです。だ見た目じゃ分かんないです。オスかメスか。じゃあメスもオスっぽいってこと。おちんちん入っちゃってるんですね、野生ではこんな風にリボンもついてないわけ。いやいやでもおちんちんだけついちゃってるんですよ、これ人間社会で考えたらとんでもないですよね、まあ、オスとメスの決定的な違いは何なの。メスの方がおちんちんでっかいんですよ。いやだからびっくりしますよね。立派だねメスみたいな。いやそれでわかるってこと。立派だねメス。そのおちんちんはフェイクなわけ。メスの場合フェイクなんですよ。ビジペニスって呼ばれててこれ学術的にあるで、それこそ変なオスがこうエッチしようとしてきたら、はい、そのペースでこうガーンって追い払うんですよ。別に足とかでもいいのにバーンって。いや本当にそんな進化の仕方あります。大きいから向こうの方が、はい、インサートしてくる。ここにインサートしてくるわけですよ、はい、それをクッて持ち上げてパーンって弾くわけですよ。アメリカンクラッカーみたいになっちゃう。本当にもったいない。でね、これでもすごいのがやっぱりハイエナって弱い動物だから強く子供を、ね、産まなきゃいけないんですよ、はいはい、ライオンとかに体も小さいし、だから産道もすごい長いんですよ、うん、だから生まれてくる途中でほとんどが死んじゃうんですよ、第一子って。だからお腹の中に超気合入ってますよね子供も、はい、いやもうほんと出るからには命がけみたいな、出る前に死んじゃうかもしれないってすごい気合が入って生まれてきた子はすごく強いから生き残れるんですよ。そういう社会がちゃんと成り立ってるっていうね。途中で死ぬような子供が多いわけや。そう、それだったら私いらないよ、途中で死んじゃうんだったら私いらないよって言うんですよ。いやそんなありえない。子供は子供で言うわけですよ。気持ち入れすぎやろ。すごくないですか。なんかいろんな役入るから分かんないから。いやもっと強く産む方法ありそうじゃないですか。なんか大きく育てるとか自分が大きくなりゃいいんだけど、産道長くしてギリで産むっていうその感じ、そこの感じすごいなと思うんです。今一番熱いのはハイエナやと。長くなっちゃってすいません。あ、私です。あ、大丈夫ですか。はい、これはちょっともうあの背筋も凍るような話なんですよ。皆さん、本当に地名というものには、まあ、意味がないわけがなく、はい、しかしその意味の中にはもしかしたらちょっとまあ身の毛もよだつような意味が込められていることも
多々あると、はい、なるほど。例えばこのやりすぎのレギュラーである方で言えば、はい、東野幸治さんと、はい、愛しの大橋アナウンサーがですね、はい、中心地兵庫県です、ね、兵庫県同じ兵庫県、この兵庫県にはですね、はい、須磨というね、はい、場所があるんですけど、須磨はその摂津とですね播磨の方、うん、隔てる関所があった場所、へー、その関所隔てるために何をしたかというと、はい、大規模な兵器庫設置していたんですよ、はい、はい、まあもうパッと見たら皆さん分かるようにこう略して兵庫、うわ、うん、まあ、こういう意味も込められてるんです。今日どないした、どないした、今日真面目にやります、うん、今日真面目、いつ五反田とか勘弁してください。本当に僕は都市伝説研究家なんですよ、ごめんなさい。そしてまあ、日本の経済の中心を司ると言われている、はい、兜町、はいはい、あそこはですね昔に平将門、はい、平将門を藤原家が討ち取ってですね、その討ち取った、平将門の首を兜ごと埋めてしまったと、そういうことがあって兜町というね、あ、なるほど、歴史的な事実とかそういうことも含めて地名になっていく、そうなんですよ。つまり地名にはいろんな意味があって、はい、その中にはちょっと血生臭い意味も込められてるというね、はい、場所がいろいろあるんですけど、まあ、僕も都市伝説研究家といたしまして、はい、まあ、いろんな土地土地を巡ってるんですよね、はい、である場所にたどり着いた時に、あ、この辺り一帯には都市伝説の匂いがするなと強く感じました、はいはい、なぜかすごく気になる、まあ、駅からほど近い場所にある雑居ビルがあったんです、はいはい、でその雑居ビルの一室のですね、チャイムを押してくださいというメッセージを見まして、チャイムを押してください、はいはい、チャイムを押したらですね、はい、まあ、中から初老の男性が出てきてですね、はい、1枚の紙切れを僕に手渡して、はいはい、何や、何て書いてるの、書いてるのは大したことない、本当に番号を書いてるだけなんですけど、番号、はい、この紙を持って、はい、このビルの横にあるホテルに待っといてくれ、おかしいおかしいな、これはちんぷんかんぷんの話よね、ちんぷんかんぷんで、まあ僕も、まあ、部屋でとりあえず待っとこれ待ってていいんかなって危険があるんじゃないかなと思いつつもタバコちょっと食い出してたんですよね、はい、すると突然その部屋の扉が開いて、まあ、年の頃ならまあ40後半ですかね、50前や、はい、50前のモスグリーンの服を着た女性が入ってきて、女性、はい、うん、初めてかと私通ってくるわけです、うん、いきなり、はい、でもまあ都市伝説研究家としてちょっと初めてっていうのは言いづらかったんで、はい、いや4回目ぐらいですっていうことを言っといたんですけども、突然ですよ、まあ、僕がちょっと油断したのが悪かったんですけども、モスグリーンどうしたんや、はい、瞬く間に僕の衣服を剥ぎ取ってですねまあ僕の足の谷間ですかね、両足の谷の部分にまあ食らいついてきてですね、モスグリーンが、はい、ものすごいスピードでペペ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 ペと吸い込んだわけです、ペペ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 ペだって待ってください、この町は一体どこなんだと、はい、最寄りの駅行ってみたらウグイス谷って書いてあったんですねなるほど、ウグイスの化身が谷間をピピピと吸い取るこの場所にはこういう意味が込められていたのかと信じるか信じないかは使うな使うな使うな、君ほんまもう老化の話ですよね、前半と後半全く別人みたいな私がですね、実は鳩山邦夫さんの秘書をやる前に NHK にいたんですが、はい、まあ、記者の研修があるんですね、はい、ティーチャーという形で、いわゆる先生がつくわけです、はい、まあ、その先輩記者、中堅どころの方がですね、いろいろ教えてくれると、将来的にはどういうところやりたいんだとか、例えば政治部行きたいとか経済部行きたいとか、そういう相談も乗ってくるんですね、はい、まあ、地方に行くときにどこの支局を選ぶかというのは非常に重要な記者のスタートなんですが、先輩の方は東京とか大阪を希望するなというわけです。で、普通 NHK の記者になったらやはり東京大阪のいわゆるスター記者、うん、はい、まあ、メインストリームに行きたいというのが人情なんですが、通信部を希望しろと、つまり通信部というのは地方のさらに地方にあって、はい、基本的に一人なんですね、はい、で一人というのは記者一人ではなくて全体で一人、つまり、もう映像もカメラも音声も場合によっては営業、ここにもひっくるめて一人で支局をやるんですが、まあ、記者としてはちょっと
完全に左遷ルートなんですね。でそれをあえてやるというのはなぜかというと、そういうことをやればいろんな仕事を覚えると、で短い目で見ればそれ NHK の記者としてはマイナスかもしれないけど、長い目で見た場合、君がジャーナリストを目指すんだったらそれは絶対に糧となり血となり肉となると。でその後先輩の方は地道に行く現場の取材を希望することによって結果として左遷されるんですね。子供を中心としたニュースに飛ばされると、非常に有名というか、ジャーナリストの鏡としてなっている池上彰さん、そうです、先輩だった、わけなんですが、本当に現場の取材の時間を大事にしはるんですよね。そうなんですね。当時も1年に1回ぐらいですかね、長期の休みを取って自腹を切っていろんな海外のいわゆる戦場とかに行くんですね。本当に渡辺さんみたいな感じで現場に行くと、でその現場にやはり裏打ちされた感覚、それに基づいてやはりスタジオでですね、いろいろ喋ってると説得力もあるし、決してそのスタジオだけでいろいろ言ってる他のコメンテーターとか政治評論家の方とは違うと、意外と見た目よりいい人なんですね。なんで上杉さん最後に一回刀にグッと刺すんですか。ただ池上さんの手相も見てもらいました、はい、これ本人いい日のに勝手にどういうことなの、見てください、これこれちょっとこれで書くのプレゼンするでしょ、それ手相を見てもらうために撮影したやつちゃうでしょ、これ島田君見てくださいってこれ、テレ朝のプレゼン中やろ、それ違います、違います、久々にやりすぎ仕事しましたね。皆さん意外だと思うかもしれない線がちょっと発見できたんですね。何ですか。あの環状線ありまして生命線があるんですけども、頭脳線がめちゃめちゃ短いんですよ、かなり短いんですよ。でこれ実は頭脳線短いとおバカちゃんなんてイメージありますけども、実は違くて、長さっていうのは考える時間の長さなんですね。短い方は直感型、長い方は熟考型なんていう、行動力があるってことだったりしますし、あともうややこしいことが嫌いなんで、結局あのそれどういうことなのっていう、なんで分かりやすく皆さんにね、長ったらしくなく説明できるんじゃないのかななんていうふうに。なるほど。それなんですかね。え、渡辺さんちょっと直感です。え、ごくごく普通です。渡辺さん、そんなに目立ちたいんですか。短いんじゃないですか。上杉さん、目立ってなんぼですよ。テレビは目立ってなんぼ。世界的ロックスター、まあ、たくさんいろんな方がいますけども、早死にするなというイメージないですか。あるある、これなぜかね、早死にするミュージシャンの中で不気味な共通点があるね。キーワードがいくつかあるんですけども、まずは27歳という、例えばですね、ローリングストーンズのギタリストの、ブライアン・ジョーンズ、そしてドアーズのボーカルジム・モリソン、ジミー・ヘンドリックスにブルースの神様ロバート・ジョンソン、そしてロックの歌姫ジャニス・ジョプリン、これ皆さん27歳の若さで亡くなってるんですね。共通項があるね。さらにですね、もう一つの共通点がJ の呪いなんですけども、 J の呪いのこの J、はい、この J は何かと言いますと、はい、今言ったミュージシャンイニシャル、そうそう、ちょっと見てみたらですね、あら、全ての人に J というアルファベットが必ず入ってるんです、はいはい、こういう共通点があるんですね。アメリカではですね、まあ、ロック界の、まあ、スーパースターとですね、悪魔崇拝というのを結びつけて解釈するというのがありまして、まあ、売れないミュージシャンが名声を手に入れたいということで悪魔と契約をして、そして名声を手に入れることができるが27歳で命と引き換えに亡くなってしまうと、こういう契約を悪魔としてるんじゃないかとささやかれてるわけ。急に出てきたこの27、この数字皆さんご存知でしょうか。ソロモン72柱というものがあるんですけども、これはですね、ソロモン王が封印した72の悪魔ということなんですけども、うん、はい、この悪魔っていうのがですね、番号が振り分けられてまして、その27番目に当たる悪魔、ロノウェという悪魔なんですけども、はいはい、このロノウェという悪魔が司るのがですね、音伝達なんです。で、このロノウェと契約を交わした者は、その人が発したメッセージが万人に伝わると言われてる、ね、つまりですよ、
さっき紹介したあのミュージシャンたちはこのロノウェと契約して、はい、素晴らしい万人に伝わる音を手に入れたんじゃないかと。どっかで会ってんねんみんなロノウェに、この契約からも誰も逃れることができない。一度契約してしまう、はい、しかしです、ほう、ロノウェとの契約を払いのけた人が日本のスターで一人いるんです。誰J の呪い、うん、通称 J、 あれ千原ジュニアさん。そう思ったの私も。きっとジュニアさんはロノウェとこれ契約を結んでたはずなんですよ。ジュニアさんというのは、まあ、15歳という若さでデビューしてますよ、はい、そして一気にスターダムもう上り詰めますよ、うん、そしてお笑い界にはなかったロックスタイル、はい、ジャックナイフと言われておりますそうあれ一番最初のロやっぱりロックで売れていく、はい、これはまさにも契約を交わしてるはずだということですよ。そして2001年の3月の26日、ジュニアさんはバイクの事故で生死をさまよいます。それはなんとジュニアさんの誕生日の4日前の話です。うわそうなんや。だから、はい、ICU で誕生日迎えてますから、集中治療室で意識ない時に。だからジュニアさんはあの誕生日を迎えて実は死ぬはずだった。なるほど。でもあの時期にですね、千原浩二という名前を使い出したのもあの時期なほうね。だからジュニアさんが千原ジュニアという名前 JR ドットこれを使い続けていると、はい、今ここに座っていないと。あのおっさん誰ですか。政治が鼻くそほじってる時みたいな。ロノウェちゃん。まああのウォーリーを探せ、これ皆さんも当然もちろん知ってると思います。これ実はですね、このウォーリーにモデルがいたっていうのは皆さんご存知でしょうか。あ知らんな。まあ30年ぐらい前にイギリスでですね、あの子供たちが20数名あの失踪するっていう事件が起きたらしいんですね、はい、そしてその後にジムという青年がその要件で逮捕されるんですよ、はい、でそのジム、まあ、逮捕されて自供したらその、まあ、20数人の子供を殺害してた、まあ、その殺人鬼だったんですよ、うん、で裁判の結果責任能力がないということで隔離されるんですよ、はい、そしてその数年後にそのジムは脱走しちゃうんですよ、はい、いなくなっちゃうんです、はい、そしてまあでもそんなやつが逃げたってイギリス当局は大変だから、はい、でももう捕まんなかったんでこの捜査拡大の打開策としてウォーリーを探せこの絵本を使って、はい、これで捕まえようとしたと。でこのジムだからジムというその殺人鬼を探すための絵本なんです。でこのウォーリー、このウォーリーが着てる赤と白のボーダー、はい、これイギリスの囚人服なんですよ。そして眼鏡と帽子、これは変装してるぞっていうのと、あとたくさんの荷物を持ってるっていうのが世界中を逃亡してるっていうメッセージが込められてる、はい、そしてこのウォーリーを探せの中にあのウォーリー親衛隊というですね25人の子供たちのグループが出てくるんですけど、ジムが殺した子供たちの人数が25人だ、はい、であのこの先もちょっと続きがありまして、このウォーリーが逃げててアジア圏って言われてるんですけど、はい、イギリス当局がもうすごく血まぬこになって探してたんで、ある人が一回拘束されたっていう噂があるんですよ、はい、それがあの漫画家の梅津和夫さんだった。満を持してるみたいな。途中までよかったら残念。途中までも息を抜いたのに明確に左折しました。あのスピードでどうかまっすぐ行ってください。信じるか信じないかはあなた。いやでも怖い。まあ、エヴァンゲリオンがなぜヒットしたのかという理由に迫りたいと思うんです。一般的には知られてない2つの理由、今回はそれをお話したいです。マジで、はい、じゃあまず1つ目なんですけども、まずはそれストーリーなんですよね、
主人公がですね、まあ、子供なわけですよね。使徒と戦う組織のトップである父親に呼ばれて、お前はこれに乗りなさいと急に言われて、嫌だ嫌だと言いながらも逃げちゃダメだということで自分を奮起させて、何かわからないものと強制的に戦わされる。でこの構図がですよ、あることとシンクロしてるからヒットしたんです。それ何かというと、それが思春期なんですよ。親に言われましたよね、勉強しなさい。なんで勉強しなきゃいけないの？いい会社に入りなさい。なんで会社で働かなきゃいけないの？そう、分からないけど、とにかくやらなきゃダメなのよ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだで受験勉強、そして就職っていう風に社会と立ち向かう子供の精神構図が、エヴァンゲリオンのストーリーの構図と全く一緒なんです。気づかずに言ってたけど、なんかしっくりくんねえ、はい、だからこそパイロットの年齢は14歳という思春期真っただ、はいはい、そういう心を持つ子供たちにヒットしたから、うん、じゃあ大人たちも見てたじゃないかって思うと思うんですけども、はい、すごく引きつけられた大人たちはその心をまだ持ったままの大人たちなんですよ。あれ、見た見た。その当時いろいろ増えてまして、ニートとかオタクとかそういう言葉が増えたのもその頃なんですよ。誰がニートや。そういう気持ちが残ってるんですよ。子供の気持ち、子供の気、その気持ち、思春期の時の気持ちが、色濃く残ってる、悩んだりしてる葛藤のある人たちを取り込んでったんですね。じゃあもう一つは何か、それはエヴァンゲリオンの声優さんたちの演技に関わることなんですよ、はい。エヴァンゲリオンっていうものの、まあ、ロボットだって皆さん思ってて、その実はロボットじゃないんです。 そこが難しいんですよね。その動かし方が、エヴァンゲリオンっていうのはこの脳ですよね、うん、脳で歩こうって自分が思ったらエヴァンゲリオンの足が歩いて、で腕上がれって思ったら上がる。だから自分の体を操縦するようにエヴァンゲリオンを操縦する、うん、そんなパイロットの演技ってすごく難しいんです、ね。だからこそ、その庵野監督はすごく声優さんへのダメ出しが厳しいんですよ。ほうほうほう。だからすごく現場はピリピリしててすごくシビアなんですけど、そこでです、主人公の声優さんである尾形さんと僕仲がいいので、はい、直接ここからは聞いて話す、はい、その主人公が操縦するエヴァンゲリオンがバッと出た瞬間に、その使徒がレーザー光線のようなものを放って、うん、胸がザーッとただれてしまうっていう。はぁ、信じるか信じないかはあなた次第です。いや、気持ちってすごいですね。でも役者さんでもそういうやっぱ熱演というか、いや、大竹しのぶさんが白血病の役をやった時にうんってやったら血出たんですよ。シンクロや。私の友達さ、はい、男の子なんだけど、この間想像妊娠したの。男でですか？本当になんかその思い詰めてたら、っていうか、うわーって、パーンと荒れてる、うん。もちろん中には何もないんですよ、そんな。ベビーももちろんいない。もちろんいない。お腹が膨らんだ。そう。妊娠したい、この子の子を宿したいっていう気持ちが、うんうん、すごいよね。すごいですね。人間ってやっぱすごいですね。皆さん、食物連鎖のピラミッドって習ったことありますよね。はい、あります。こんなありますよね。需要と供給はこの動物のバランスによってね、育まれるっていうのはありますけれども、食物連鎖が崩れていて今バランスがおかしくなってるっていうのもずっと言われてるんですけど、はい、これを救うものが現れたんです。何、まさか嫌われるものの救世主、これはですね、狼なんですね。どういうこと？狼そもそもどういうイメージかっていう、ちょっと嫌ってましたね。え、分かる。なんか、え、もう一回言って、ゆっくり喋って。見てどんな意味ですか？そう、ちょっと嫌われてますよねって話です。その部分がちょっとスピードが速すぎて、 BPM 間違えて、ごめんなさい。嫌われてますよね。狼なんか嫌なイメージありますよね。でも地球を救ってくれるんだよ。当たり前じゃないですか。 100% じゃないですか、はい、その童話にしてもね、はい、悪役になる率なんか、ベロも出てるし、なんか嫌なイメージあるでしょ。ちょっと待って、させるだけでベロも出てるし、ね、出てない、実際出てない。いいねん別に。夏はほぼ出てますけど、あんま長くないから。でもね、なんか分かんないけど、小鉢ばっかり出すよ。悪いイメージっていうのをまず植え付けたいんですよ、皆さんに。でね、狼っていうのはこうやって嫌われ者だし、家畜とかもやっぱり荒らしちゃうから、地球上でね、
全世界でやっぱ駆除しようっていう動きが行われたんですね、うん、で日本でももともと日本狼っていうのが生息してたんですけど、もう100年以上前にやっぱ絶滅しちゃったんですね、人の手によって。でそれでどうなったかっていうと、要は狼を外敵としていた鹿とか親木いるでしょ、はい、こういうのがすごく繁殖したとこ、下の鹿、うん、そうそう、鹿っていうのは草木を食べますから、草木を荒らして今地球環境の破壊につながっちゃってるんですね、うん、で地球が破壊されるってことによって、やっぱ草木がなくなれば鳥もいなくなる、昆虫もいなくなる、それを捕食動物する動物もいなくなるってことですよ。で鹿の被害っていうのは結構本当世界的にリアルにこれ甚大で、日本だと37都道府県に生息してるって言われてるんですけど、大体1年で50億ぐらいの被害が出てるって言われてるんですね、うん、食い荒らされちゃって、あ金額で言うと、そうこれですね、水芭蕉2万株っていうのがあるんですけれども、これ鹿の被害でほぼ壊滅状態、これ群馬県なんですけれども、ここ水芭蕉がすごく有名な場所 で2万株ってのはどれくらいかって言ったら、大体これ水芭蕉が生息してるところの約8割、じゃあ8割が尾瀬ではもう8割のこの水芭蕉がなくなっちゃってる、鹿が食べたわけ、そうです。あと高知県とね、これあげてるやんも、はい、徳島県のこの県境なんですけれども、はい、これほとんどもうハゲ山みたいになっちゃってますよね、はい、で鹿っていうのは一夫多妻制で、基本的にすごくメスがこう子供を産んじゃうんですね、生態的に。だからどん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 日本の山がハゲていくわけです、はい、でハゲていく中でどん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 鹿増えていくわけですね。困る困る。そうです。でね、狼はなんで導入するといいかって言われてると、これ大体一つの群れで1000平方キロメートル、1000平方キロメートルっていうのは、1000平方って、まあ、四角でいうと縦に10キロ、横に100キロです。要するに狼のその一団が、それが一団がそこを狩り場にしてるんです、自分の狩りする場所。100キロったら新宿から熱海ですよ。新宿にいたら熱海まで狩りに行っちゃったんですからね。この距離走れるだけだから。いや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 、100キロ走ってきた。いやいやいや、前も相当なスタミナですよ。でもこれ本当にスタミナすごくて、動物界でもナンバーワンだって言われてるんですね。ハイエナかオオカミかって言われてる。実際に行ってるところもあるんです、北米では。これイエローストーン国立公園っていう、あのすごい古い公園が9000平方キロメートルっていうところがあるんですけど、ここにヘラジカっていうすごくあの鹿では最大種の鹿がいるんですけど、800キロぐらいの、これが2万頭ぐらい溢れちゃって、でもここもまた草地が荒れちゃって、鳥とかもいなくなり、昆虫もいなくなり、そこに生息してた野生の動物がみんないなくなっちゃったんですね。でちょっと実験で、じゃあ灰色オオカミっていうちょっと放ってみよう。でこれ実験で14頭放ったところ、数年で半分になっちゃったらしい、ヘラジカが。でそれによって要するにまた草木が戻り、昆虫が戻り、鳥が戻ってきて、このイエローストーン国立公園っていうのが綺麗な生態系の公園に戻ったんです。いい食物連鎖になるわけ。でオオカミ逆に増えちゃうんじゃない、そんなに食べちゃうんだったらってことになるんですけど、思いましたよ今。したらでも鹿が減ることによって、今度は狩る狼が狩れなくなって死んでいってしまうんですね。だから狼も増えず、で今これ1万頭ぐらいになってるんですけど、もうちょっと少ないかなぐらいのバランスで保たれてるんですね。で鹿は鹿でこうやって草を食べ、で糞をすることによって植物も育つっていう、はいはい、今一番いいバランスなんです、はい、ちょっと狼必要やん、日本に。ということで嫌われ者だったあの狼がもしかしたら導入することによって、この地球上のあの破壊、環境破壊の救世主になるかもしれないという話でございます。信じるか信じないかはあなた次第です。まあ、僕は普段あんまり乗んないんですけど、まあ、皆さんがよく乗ってらっしゃる、あれ、あ電車ですか。日本の電車っていうのは、まあ、世界一ダイヤ通りに動くと言われるほど、まあ、安心安全な乗り物なんですけども、意外とこれ知られてない、まあ、都市伝説があるんですね、はい、よくあの電車が遅延した時、遅れた時に皆さん一度はこういうアナウンスを聞いたことがあると思うんですね。線路内に人が侵入しまして遅れています、はい、誰もが聞いたことあると思います。これ実はある隠語なんですね。これの本当の意味っていうのは、電車内に痴漢が発生して、でそれ逮捕したり補導したりするので、まあそのすぐ電車が発車できないので、逮捕する前にいろいろ説得するのにやっぱりいろいろ時間がかかったりするので、まあ混乱を避けるために、線路に人が侵入しましたという表現にしてるらしいですね。そしてもう一つ、最近こうホームの端っこにこの青いライトがつけられてるの、はい、皆さんご存知でしょうか。青い LED が、はい、LED、これは端っこですから気をつけてくださいねっていう安全対策だけではなくて、うん、実はこれあの他にも理由がありまして、はいはいはい、自殺防止なんですね。
ホームの端から、まあ、自殺する人は飛び込むことが多いということで端っこにつけてるのと、あと、まあ、あの青色っていうのは心を落ち着かせる効果があるんですね。それで自殺防止につながると、いろいろ犯罪防止にも使われていて、犯罪が多かったところに青色のその防犯灯っていうのがあるんですけど、それを設置したところ犯罪が激減したりとか、もう奈良とかもそういうとこも全部始めてるんですけど、不法投棄が多いところに青いライトをつけたら投棄が減ったりだとか、青色 LED というのは省エネだけではないんです、うん、信じるか信じないかはあなた次第。あと電車でいうと、その終着駅ってあるじゃないですか、はい、終着駅ってやっぱなんかちょっと寂しい感じというか、はいはいはい、行き止まりとか、はい、なんかそういうイメージありますよね。そうするとやっぱりこうちょっとあの自殺を後押ししちゃうじゃないですけど、ちょっと一つの要因になってしまいがちだと。それで、まあ、ある東京の地下鉄の終着駅なんですけど、そこはまあ、また団地があったりだとか高層マンションが多かったんで、うん、まあ、自殺する人が多かったと、うんうん、でこのままじゃまずいんじゃないかということで、え、路線をちょっと伸ばしたわけですよね、うん、そしたら自殺が激減した。まあ、ちょっとねこれ放送上ではこれ言えないんですけど、それだから有名なことなんですけど、終着駅高い建物多いって、これ連想もしやすいかな。そうなんですね。僕はもともとその都市伝説とかよりも雑学とか豆知識が好きだから、割とこれはこう出所がはっきりしてたりすることが多いんですね。だけどそれを突き詰めていくと逆にまた謎に当たるようなことがあって、あのよくこうドラマとかの頭にこの番組はフィクションであり登場する人物名は実在するものと何ら関わり合いはありませんっていう表示がありますよね。必ず出ますよね、ドラマに。あれが最初に出るようになったきっかけっていうのも子供向きの特撮番組なんですよ、うん、今田さんとか僕らの世代の超人バロム1、はい、バロム1知ってるわ。仮面ライダーみたいなヒーローもんだったんですね。このバロム1の敵の親玉っていうのがドルゲっていう、うん、これ魔人でいろんなこうドルゲ怪人をどんどん送り込んでくる、その悪のゴンゲみたいな、うん、腕ゲルゲとかね。そうです、そうです、そうです。あれの親玉ドルゲがいて、はい、である日その制作会社に、自分は八王子で開業医をやっているドイツ人だという人から、はい、抗議の手紙っていうかこう陳情の手紙が来て、なるほど。で、学校ですごい子供の学校ですごくバロム1が流行ってるんだけど、私の名前はドルゲと言います。ああ。で、そのせいで子供がとにかくドルゲの手先だっていうんでいじめられてると。もう日本で何十年も開業医もやってて日本を離れたくないけど、はい、子供がこういう目に遭っちゃうんだと、ちょっと日本にも住んでられない。で、大好きな日本にずっといたいんで、なんとか手立てを打ってくれないかっていうことを言われて、実在する人物とは関係ありませんっていうテロップを出したのがこれが最初で、はい、あのフィクションのテロップを紐解くとこういう話があるんですよって言われてた話なんですけど、うんうん、じゃあそのルーツになったドルゲさんっていう人をに会ってみようっていうテレビ局が企画を出して、はい、探してみたら、はい、いないんです。要はその時期に日本でお医者さんをやっている人も、うん、その八王子に住民登録してる外国人もドルゲなんて人はいない、はい、根も葉もない手紙からどうやらあのルールはほーてしまったらしいって、これ真偽のことはまだ分かってない。なるほどなるほど。それを堅くなに未だに守ってやってるって悪いことではないんで、とりあえずやってるんですけど、大元になった人とか存在は一切闇の中で、まあ面白い、ありそうな話ですもんね、実際に、はい、すごいな。で、大体ドイツ人にドルゲさんっていう名前もそんなにないらしいです。僕はこういう特撮ゴジラとかウルトラマンとかそういうのが好きで、ありましたね。で、そういうこう裏話で、例えば放送しなかった幻の回があるとか、はい、これ大体マニアの方が詳しくてもうほとんどのものはデータ化されてるんですけど、必ずこうウルトラマンシリーズの中で、最終回どれが一番好きだったみたいな話をすると、まあ大体一番多く来るのが最初のウルトラマンがあの怪獣にやられちゃうところとか大体来るんですけど、中に必ず何枚か少数最後ウルトラマンシリーズのどれだったか分かんないんだけど、ウルトラマンがブチ切れて
怪獣と一緒に東京を破壊しておしまいっていうのがあったっていう情報とかが必ず混じってくるんです。混じってくるんです。それを聞いてもあああれねとはならないんですよね。これは当然の特撮雑誌の編集者とかにも来るから当然詳しい方がいっぱいいるんで調べるんだから当然ウルトラマンの最終回がみんな有名で、はい、そんな回はないし、はい、あと例えばお蔵入りになった回にあるかどうか調べてもまあないんですよ、はい、でその話にすごい興味を持ったんで自分もラジオでこういう話があるんだけどこんなありえないだって子供の見る番組で最後結果ウルトラマンはブチ切れて東京を燃やし尽くしておしまいってありえないでしょ半分笑い話でこんなん知ってるって、はい出したら、はい、何通か来るんですよ見たっていう人、その何通か集めてみるとハガキが来てる場所と見たって言ってる日時がほとんど一緒なの。へえ。でこれどういうことだろうって特撮詳しい方とかに聞いたら、まあその地方でその頃放送しててウルトラマンに似てるっていうと一個こういうのが、当てはまるんだよ。実はウルトラマンシリーズではないんだけど、これがね放送されてるんです。知ってます。なにそれ。ねこれねアイアンキング。アイアンキング。もともとやっぱりウルトラマンってヒットシリーズができたんでその円谷プロ以外の敵対するメーカーもやっぱ作りたいわけですよ。それでいてウルトラマンと結構かなり似てるんだけど設定が違うようなやつを作って。そうだ円谷プロじゃないないんです。ないで作ってて、ただ問題はこれを調べてもこれの最終回は別にブチ切れてないんです。違うの。アイアンキングが暴れてるんじゃなくて、そういったアイアンキング説出たんですけどやっぱ違うんですよ、はい。でしばらくお蔵入りになってたんですけど、よーく調べてみてびっくりしたのは、実はアイアンキングの最終回っていうのは前編後編に分かれてて、前編を見てみると前編は宇宙人に催眠術をかけられたアイアンキングが東京を破壊してるんです。へー。で後編はその催眠術が、ちびっこの愛の力で解けて最終的に宇宙人を退治して空に帰ってる。はい、はい、ところがこの全国の一地方のネット局だけがそのネット局の都合で後編をオンエアしないまま最終回にした。すごい。アイアンキングがぶち切れて東京を火の海にしたまま、いつかまた。すごい。都市伝説っていうよりもずっと都市伝説になってたことには実はこういう原因があって答えが出たわけですね。そうなんです。これはすごい。さすがですね。ありがとうございました。すごいわ。見てる時はその子供たちはそのネット